はい、皆さん、こんにちは。入門講座全体構造の講義を始めます。担当はレックセン林講師、森剛です。よろしくお願いします。ということで、まずですね、この講義の最初に、挨拶を必ず毎回挟みます。これは、ズームで、レコーディングしている関係で、挨拶をちゃんと取ってからスタートするというルールなので、なので、挨拶はしっかりメモ見ながら間違えないように始めますので、そこはご了承ください。ということで、早速授業の方を始めていきたいと思います。で、これあるかな？画面の共有になってないのかな？あ、ズームの方もこれであれですかね。こっち消えてる？映りましたね。はい。これで、ズームの方も、この手元のカメラ、これ、私の手映ってますかね。はい。これを見れてる状況でよろしいですかね。はい。万が一何か、ズームの方、味方に不具合あったら、チャットでお知らせいただければと思います。で、この講義は1回合計3時間と長丁場ですので、私もちょくちょく水分補給をさせていただきながらやります。喉痛くなっちゃうので。で、まあ途中で90分前後で、まあ休憩を10分挟んで、まあ休憩込みの3時間なので、まあ実質170分という形になるかと思いますが、よろしくお願いします。で、この講義で使う、まあテキスト類に関しては、私が今回用意している、まあこの、レジュメ。これ毎回その授業のために、お作りします。で、それと、まあ、この先ほど、まあ、職員の方からも説明がありましたが、このセブンサミットですね。こちらを使います。で、あとは、6歩に関しましては、これは、まあ、今日は6歩は持ってなくても大丈夫なんですけども、まあ、もし可能であれば6歩持っている状態で授業を受けていただければ助かります。で、私が使うのは、このポケット6歩なんですけども、別に6歩の種類は問いませんので、でも6本持ってない方は別に無理に絶対6本がなければ受講してはいけないわけではないので、なければなければ別に構いません、それは。まあ、条文ここですよってまあ言いながらやるんですけども、まあ持ってる方は私が6本引いたら一緒に6本引いていただければ6本引く練習にもなりますので、それはそれでいいのかなというふうに思いますので。基本的には使うテキスト類はこの3種類となります。レジュメとセブンサミットと6本ですね。まあ、6本は別にまあ持ってなければしょうがない、忘れてはしょうがないという感じです。はい。で、まあ、この講義の目的、改めてお伝えしますと、まあ、基本的には司法試験、もしくは予備試験というものに向けた講義になるんですけども、まあ、その中で私がメインとしてお伝えするのは、まあ、どういうふうに、どこを覚えれば、実際の試験で点数を取れるかというところ、まあ、ここを中心に、法律の中身もちゃんと説明しながらやっていきたいと思っていますので、まあ、司法試験、予備試験以外の試験を受けられる方も、基本的に共通している、解き方、考え方で、点数を取って理解してっていうことになると思っておりますので、まあ、そこは、あらゆる試験共通の役に立つものをお伝えするつもりではおります。ただまあ、基本的に私が、講義中に試験というもの、言葉を言ったときは、司法試験、予備試験を指しているものというふうに思ってください。はい。で、あとですね、まあ、今後の、まあ、授業の予習とか復習とかに関しましては、基本的に予習は不要です。まあ、例外的に、もしやってほしいときは、それはそれで言いますので、私が何も言わなかったときは、前回の授業で何も言ってないときは、皆さん予習してこなくても大丈夫です。で復習については、まあ、復習してほしいポイントは、伝えたときは、そこを復習していただければと思いますけども、まあ、これ、司法試験じゃなくてもそうなんですけども、法律の試験全般そうなんですけども、まあ、事例問題については、ここはしっかり覚えてねっていうところは、私一回一回の授業で何箇所か指摘していきますので、それなぜかっていうと、そこの私が覚えてって言ったところは、そのフレーズでそのまま覚えて、試験で書けるようになると、点数が来やすいという意味で、私は覚えてと言いますので、これは早めにコツコツ覚えることをお勧めします。もう、それは早めに覚えた方が絶対得ですので、もちろん、覚えるペースは皆様にお任せします。皆様が、狙っている試験、本番と逆算して覚えていただければいいわけですけども、暗記はとにかく早めがコツですね。はい。時間かければかけるほど暗記っていうのは染み付いていきますので。まあ、私がここのフレーズ、例えば、まあ、今日まあ具体例をまあ早速出しちゃうと、例えばですね、まあ、今日これ覚えてて趣旨じゃないんですけども、今日のレジュメの中で言うと、これは、事例問題で刑法を受ける方はってことですね。ごめん、7ページですね。7ページ。
の、例えば、窃盗の定義って私ここに書いてると思うんですけども、窃盗の定義は、占有者の意思に反して、財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことって書いてるんですけども、これは、この窃盗に関する問題が出たら、窃取の定義として、書けば点数が来る可能性が非常に高いんですね。はい。別に今これを覚えろというわけではないですけども、刑法の講義するときには、例えば、じゃこの窃取の定義、ここは、まんま覚えてくださいねと。なぜなら、窃取っていう言葉を使うときは、この定義を一回説明した上で、論文説明でいくと、この部分に点数来ますよというふうな意味ですので、逆にこれここで点数取ろうと思ったら、これを正確に書けてほしいと。可能であれば一言一句このまま書けた方が、望ましいですが、まあ、そのまま書けなくてもなんとなくこういうのがニュアンスが伝わるように書けるっていうことが最低限の目標ですし、まあ、上級者の方はこれをそのまま書いたりするわけですね。司法試験の本番とかで。はい。刑法だとこんな感じですが、他の科目ももちろんあるわけですので、こういうのは適宜皆さん、私が覚えてって言ったところについては、なんて言うんですかね。覚えるようにしていただくというのが一番いい復習だと思います。はい。で、まあ、あとは、まあ、覚えるだけじゃなくて当然理解も必要なわけなんですけども、法律の概念って非常に複雑で理解しにくいところも多いです。で、私もそこは頑張って理解できるように説明しますけども、まあ、それでも理解できなかったっていう場合は、復習として、まあ、レジュメテキストを読み直すであったり、まあ、講師に質問に来るであったりとか、ということで自分の理解を盤石にしていっていただけたらと思います。で、その他の復習はもう皆さん自己のペースでやっていただければいいかと思います。で、このレジュメの、なんでこの厚みと、会話で伝わりますかね。このセブンサミットも今回薄いんで、あんま伝わりにくいと思うんですけども、まあ要するに、これ10ページしかないんですけども、セブンサミットは、これ80ページ以上あるわけですよね。だから、当然、このレジュメはセブンサミットの内容を網羅はしておりません。講師が独自で、この中でも特に初学者は、ここを優先的に覚えてないというところをですね、ピックアップしておりますので、まあ、復習の時には、レジュメの内容を最低限覚えるんだという気持ちで復習していただけたらいいかと思っていて、それで物足りないよという方は、独自にセブンサミットの、ここのレジュメでない部分を読んでいっていいと思いますが、ちなみに、講義ではですね、まあ、レジュメと、あとはセブンサミット。レジュメに書いてないけど、セブンサミットの、例えば、ここ見てね、とかっていう感じで、こう、パッて写したりしますので、講義では両方使いますので、両方持ってきていただくようにお願いします。まあ、それが、この、授業の進め方という感じになります。ではですね、まあ、このレジュメやっていくんですけども、第一編、序論、第一章、司法試験合格への道ということで、これ私はですね、この、セブンサミットの、序論、第一章司法試験合格への道っていうふうに、まあ、セブンサミットの目次に合わせてレジュメを作ってますので、ここはセブンサミットに対応している形で進めていきます。でも中身は対応していることもあればしてないこともあるので、そこはまた別なんですけども。で、今回今から司法試験の概要を話しますが、まあ司法試験受けない方もいらっしゃると思うんですけども、そういうことはまあ不運ぐらいの気持ちで聞いていただければ十分かなと思います。で、まあ司法試験ってどんな試験かっていうと、これまあ、もうちょっと図にした方が見やすいのかな、はい、あちなみに、私の話口調なんですけども、基本的には、まあ、大学生ぐらいの年齢の方に向けた話し方をさせていただいているんですけども、まあ、この授業をいろんな年代の方が受けられている可能性があって、中には私より年上の方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、そこを多めに見ていただければと。大学生とかをイメージして喋ってるんだなという形で多めに見ていただければ助かります。で、まあ、司法試験の概要、各個講師調べってなっていて、講師調べって何かっていうと、まあ、試験の概要って大体まあ、司法試験だったら、法務省のホームページに載っているわけですよね。まあ、管轄する省庁とかのホームページとかに載っているので、私がそれを見て、まあ、ここに書き写しているので、講師調べとしております。私の書き写し間違いとかで、万が一これが間違っていたらという意味も込めて、講師調べという一文もつけているだけなんですね。で、司法試験本番っていうのは、まあ、4日間で行われます。それぞれ科目はこんな感じと。まあ、ここは興味ある方は、まあ、もう知ってる人も多いと思うので、さらっといきますが、意識してほしいのは配点なんですね。で、司法試験を受ける方は当然この配点意識してほしいのと、他の種類の試験を受ける方は、ご自身が受ける試験の配点はしっかり意識して、早めに意識して勉強した方がいいと思います。で、論文式試験っていうのは、まあ、100点で採点されるんですけども、そのまま100点でトータルで出さないんですよね。なんか175点にされるんですよ。1個。
なんか大学の入試とかでもセンターと2次とかはなんかそんな変な比率で採点する大学とかあるじゃないですか。あのイメージですね。だから、論述は8科目あるんですよね。ここにある選択科目、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法。これ担当なので別なんですけども、この1、2、3、4、5、6、7、8科目、175点 ×8 で1400点にされて、で担当の方は民法75、憲法50、刑法50そのままなので合計175点。で、合計で1575点満点が司法試験の配点です。だから、勘違いしないでほしいのは、担当が175点で論文が各100点で、担当の方が、まあ、ちょっとウェイト高いのかなじゃないんですよね。1科目あたり同じにされるんですよね。論文175にするから。担当に合わせたんでしょうね。で、担当も3科目合わせて175なので、担当のウェイトはまあ結構低くなっちゃいますね。で、ただまあ担当はまあ足切りとかもあるので、しっかり勉強してほしいですし、予備試験と違って、担当と論文の合計で、点数出すので、担当は1点でも高く取れるように勉強することはおすすめです。はい。で、ちなみに令和3年度の合格最低点は、755点で、なんと、1575点の半分以下の点数で合格できているんですね。合格最低点が。で最高点っていうのは、1248点で 79% なんですけども、まあ、試験の最高点が 79% って最高点にしては低いじゃないですか。で、合格最低点なんか半分切ってるわけですよね。つまり、司法試験っていうのは、なかなか点数取りにくい試験なんです。で、それは、ま、いろいろ理由があると思うんですけども、やはり採点基準っていうのが、やっぱりなかなかよくわからない人が多いんですよ。というのも公開してませんから。なので、なかなか、どんな答案を書けば点数くるのかよくわからないから、まあそういうわからない状態で受けちゃってる人は、たとえちゃんと勉強しててもいい点が取れない。だから、こんな点数になるんですね。なので逆に言うと、採点基準っていうのが、わかれば、まあ極端な話、法務省が正式に用意してる採点基準盗んで見て書けば多分100点取れるんでしょうね。これ書けば何点、これ書けば何点みたいなのを全部書けば100点なんでしょうね。まあ、ただ、それはさすがに無理なわけなんですけども、ただ、ある程度のところまでは、つまり合格点を超える程度までの採点基準は予想できるんですよね。まあ、できると思ってるって言い方が正しいですかね。まあ、採点基準はわからないわけですから。ただ、まあ、我々講師陣というのはこういうのを予想して、特に僕はこういうのを予想して勉強するタイプなので、自分が受験生の頃から。そのノウハウとかも試験の最中にお伝えしていきたいと思っていて、で、それがわかれば、それが分かるからこそ、ここを覚えて書いてねっていう指示ができるので、まあそういう意味で、私がここを覚えてって言ってるんだと思っていただければいいかと思います。そして最終合格率は 40%。ちなみに選択科目はこの8種類から選びますということです。で、まあ今の論文書く上で採点基準を意識するっていうテクニックは、司法試験以外の論文試験でも通用するテクニックだと思うので、意識していただければと思います。はい。続いて予備試験の概要を見ていきます。はい。予備試験っていうのは、司法試験よりもちょっと複雑ですね。3段階に分かれています。第1次試験っていうのが三等式試験で、まあ、司法試験と同じ、予備試験は司法試験と違って、担当が7科目プラス一般教養なんですよね。民法、商法、民事訴訟法、憲法、行政法、刑法、刑事訴訟法で一般教養科目。で、法律科目が各30点で、一般教養は60点、法律科目の倍になっているので、合計270点ですよと。で、去年の合格最低点は、162点で 60%。これは年によって変動します。最高点は229点で 85% でした。で、これを突破した方だけが論文に進めるので、ただ、司法試験と違って、この二次試験では一次試験の点数は合算されませんので、最低点さえ取れれば、それより何点取ろうがあんま意味ないです。なので、まあ、最低で点を取れるような戦略を練るっていうのはいいかもしれませんね。一方で、司法試験の方は最低点ではなく、少しでも高い点数を取っていっていただきたいかなと思います。で、まあ、論文式試験もこんな感じの日程で、1日あたりの科目数が多いですね、司法試験よりね。はい、なってます。で、まあ、司法試験との違いは、この法律実務基礎科目っていうのが民事と刑事で出されます。まあ、予備試験独自の科目で、それぞれ50点、50点。
で、他も50点で合計500点満点で、令和3年の合格最低点は240点で、まあ、これも 48% なんですね。司法試験の合格最低点も 48% でしたよね。たまたまなんですけど、これは。はい、はい。合格最低点は年によって変動しますから。で、最高点は、まあ、70% ぐらいだったんですけども、皆さん、予備試験の方が司法試験よりなんか難しいっていうイメージ持ってるかもしれません。している方も多いかもしれませんけども、まあ、それが正しいか正しくないかはよくわかりません。はい。まあ、実際予備試験合格した人は、かなりの確率で司法試験合格してますけども、まあ、同じくらいの難易度かなってイメージですね。私は両方合格した経験があるんですけども、両方もちろん受けてるわけですけども、難易度的には同じぐらいなんじゃないかなって思ってます。で、同じ難易度の試験を昨年合格した人が、ちゃんと1年勉強して、同じ難易度の試験を翌年受けたら、それは受かるのは当たり前なので、それはまあ合格率高いでしょうねという話で、逆に司法試験を合格した人が予備試験を受けたらどうなるかなってデータないじゃないですか、この世の中に。ありえないからそんな受け方できないんですから。なのでまあ、どっちが難易度高いかよくわかりませんね。問題で問われる知識量自体は司法試験の方がやっぱレベル高いなってイメージです。はい。で、合格採点点が同じになってるってことは、やっぱ取るべき点数の、なんかランクも同じように、なんか偶然なってるんですよね。そんな大きく変動してないので、まあじゃあむしろ予備試験の方が、何ですかね、知識問われる知識の幅、まあそういう言い方したらよくないですけども、直感的な難易度はやっぱり、問題自体の難易度は予備試験の方が簡単めに作られている、解きやすく作られているっていうイメージです、私の場合は。それでいて合格最低点が同じなので、まあ予備試験の方が簡単と言ってもいいんじゃないかと思いますけども、まあ、いかんせんね、合格、率ですかね。ここに最終合格率 4% って書いてますけども、司法試験が 40% 去年ね、だったのに対して、予備試験は 4% なんで、やっぱ予備試験の方が難しいじゃないかって思われるかもしれませんけども、まあそれは受けれる対象が違いますから、まあそこはあんま参考にならないので、まあ、予備試験の合格目指す方は、まあそういったところも参考にしていただけたらいいのかなと思いますね。ちなみに、その後に、論文受かった後に口述試験っていうのがあって、これはまあ民事と刑事。1日目が民事、刑事どっちになるかは、事前に通知来るまでわかりませんので、まあオーバーになってます。で、これはまあ 90% 以上の合格率があるので、まあそんなに、論文受かってから意識すれば全然大丈夫なので、予備試験考えている方は担当と論文を今意識してほしいなと思います。次のページに進んでいきます。で、まずじゃあ担当試験の特徴って何かっていうと、担当試験合格するためには、正誤を判断するための条文判例知識、これが必要になってくるんですね。で、例として、平成29年の、第5問をここで紹介しておきます。第5問の選択肢いいですね。この選択肢が正しいか合ってるかっていうような問題が出るんですけども、第三者に対して、これ民法です。第三者に対して、他人に代理権を与えた旨を表示したものは、その他人に代理権が与えられていないことを知を、その第三者が知り、または過失によって知らなかったことを主張立証すれば、その表示された代理権の範囲内において、された行為について責任を免れる。結論から言うと正しいんですけども、どこで見れば正しいってわかるかというと、これ民法を、109条1項を見ればわかるんです、ね。ちょっと私引いて写すので、ちょっと待ってくださいね。で、これ民法の代理っていう概念で、代理っていう概念が何だか分かんなくても別にいいです。今は、まだ。これ、全く勉強してない人向けの講座でもあるので、代理が何だか分かんなくてもいいんですけども、ちょっと条文と見比べるって言ってもですね、多分、あ、映る。あ、ちゃんと綺麗に映るな。よかったよかった。はい。109条が、あ、でも同時に映す、同時には映らないですね。すいません。109条だけ映しますね。スペースの関係で。はい。これですね。第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示したものは、その代理権の範囲内において、その他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。どういうことかっていうと、代理っていうのは、僕の代わりにこれやってきてって頼むことですね。めっちゃ簡単に言うと。で、それをやってねって頼んだっていうことを他人に表示したってどういうことかっていうと、例えば友達とかに、あ、誰々さんを僕の代理人として、今、なんちゃらの契約させに行くから、そこ契約しといて、みたいな。他人、あの人に代理権与えたよって他人に言うんです。で、その人が実際契約やって来ましたと。で、実際、あ、ごめん、あれさ、代理権実は与えてなかったんだよみたいなことです。他人に代理権与えたことを表示したくせに、それが嘘だったというような場合に、それはちゃんと責任を負えよという話なんですね。で、ただ、このさっきの担当の条文、担当の条文じゃないや。担当の問題って、
最後、責任免れるってなってるでしょ。じゃあ正しくないじゃんって思うかもしれないですけども、どういう時に免れるかっていうと、他人、第三者に対して他人に代理権を与えたものを表示したものが、その他人に代理権が与えられていないことを、その第三者が知り、また過失によって知らなかったことを主張立証すれば、主張立証っていうのは、まあ、自分で証明すればってことですね。その表示された代理権の範囲内においてされた行為について責任を免れるっていうことで、どういうことかっていうと、その、あの人に代理権与えたんだよって言ってたけど、それが嘘だって、その人が分かってたっていう時は、別に、その、分かってたんだったら責任を負う必要はないでしょっていうことを書いてるんですね。で、それを条文でも書いてて、条文どこかっていうと、この、ただし以降ですね。ただし、第三者がその、他人が、代理権を与えられていないことを知り、または過失によって知らなかった時は、この限りでない。この限りでないっていうのが、責任を負うっていう限りじゃないってことなんで、責任を負わないってことなんですね。この日本語の解釈を通して、109条の言っていることと、この、担当が言っていることが一致してるから正しいというふうになるわけです。まあ、こんなのは山ほど出てきますね、担当問題だとね。条文に書いてあること。まあ、条文に書いてあること、そのまま書いてたりとか、まあ、ちょっと違う表現になってたりとか、いろんなバリエーションがありますが、まあ、条文に書いてることを知っていれば、そのまま正しいとは判断できるのもあるので、条文は一個一個覚える価値はこういうところであるわけですね。で次、判例もあるんですね。これは同じ29年第5問の O なんですけども、相手方から履行の請求を受けた無権代理人は、強権代理が成立することを理由として無権代理の責任を免れることはできないって書いていて、まあ、無権代理とか強権代理とかの言葉は、まあ、説明は省きます。今日の趣旨じゃないので。ただ、これは最高裁も昭和62年7月7日で言ってることと全く同じことを言ってるので、正解になるわけです。なので、判例っていうのも知識として覚えるのはこういうところで正しいか正しくないかを判断するために覚えてほしいので、まあ、どんどん覚えていってくださいということで、このね、この、こういうことって、条文にはどこにも書いてないですかね。これは条文を見ても絶対わかんないので、これ判例を知らなきゃ答えられない。逆にこれは条文が当たれば答えられる。まあ、担当はこのパターンが多いですので、どんどんと、条文と判例を覚えていってほしいんですけども。ただ、ま、論文式試験だと、まあ、司法試験の話ですね。司法試験予備試験だと、条文は、6個与えられるんですよね。試験の場に。司法試験6個っていうもの。だから、論文式試験だと、別に条文の内容を覚えてなくても、引ければいい。大体、ここにこの辺の条文、こんな条文があるなって引ければいいんですが、担当では絶対引けませんので、条文の中身は暗記しなきゃいけませんよということです。ただし、すべての条文を暗記することは不可能です。絶対に私だってできません、そんなことは。そんなことできる弁護士はいないんじゃないかなと思いますが。だから、過去問優先の学習が有効です。過去問をどんどん勉強していけば、担当の合格水準には自然と乗っていきます。で、まあ、どのペースで、過去問を勉強されるか、これ過去問、担当過去問講座ではないので、私は指定しませんけども、やる気のある方っていうのは、どんどんやっても別にいいです。で、まあ、これ、司法試験予備試験の話をすると、もう、今から解き始めて、まあ、何年後かに受けるにしても、もう、こんなにいっぱい解くのかよっていうぐらい過去問は、量があるので、もう、どん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 解いちゃっていて、なんか、後半でまとめて解きたいとかって言ってたら、後半で時間なくなると思います。それぐらい量があるんで、まあ、年数限って解いてもいいんですけども、まあ、いっぱい解きたい人は今からどんどん解いて。それでももう解き切っちゃったって人はもう一回解いて。うん。もうどんどんで、それどんどん解けば、もう、基本的にいい点取れます。担当は。で、担当の問題解くときに別に時間計らなくてもいいです。自然と解いていけば、時間に間に合うようになります。担当は。はい。なので、時間計らずもうダラダラと解いても全然いいですので、はい。わかんなくてもいいです。わかんなくても、あ、解説見て、あ、こういうことか、と。条文見て、あ、この条文か、判例の解説見て、あ、こんな判例あるのか、っていうのを繰り返してやっていけば、いいですから、まあ、興味ある方はどんどん解けばいいかなと思います。はい。じゃあ、次にですね、法学入門というところを見ていきたいと思いますが、法学入門って、まあ、法律の入門を教えるわけなんですけども、まあ、法の定義、別に覚えなくていいですよ、これは。法っていうのは、国家権力による強制力を伴った社会規範であるということで、まあ、国家権力の強制力を伴っている点で、いわゆるマナーとかとは違いますよね。で、社会規範って何かっていうと、なんじゃすべきだっていう世界だっていうこと、これはまあ、
頭の片隅に意識しておいたらよくて、つまり、正しいか否かではなく、妥当であるかどうかが基準となるんですね。基本的に法学の世界では。なので、なんかこの判例に言ってること理論的に変じゃないっていうことは、まあ、私の感覚では割とあります。ただ、それは、なぜなら、正しいか否かではなく、妥当かどうかっていう基準で見れば、まあ、妥当なこと言ってるねってことは多いので、なんかそういう基準なんだなっていうことを意識しておくと、なんかその、スッと入り、知識として入ってきやすい、勉強しやすいっていうこともあるので、まあ、意識してもいいのかなっていう程度ですね。はい。次に、法の種類ということで、まあ、これは最低限覚えるというか知ってほしいんですけども、公法と司法っていうのに分かれてまして、公法っていうのは、国家の内部の役割分担、及び国家と国民との事項を定めたものですね。憲法とか、行政法とか、刑法とか、民事訴訟法、刑事訴訟法。訴訟法っていうのは、裁判所と私たちの間の間のことですよね。裁判所は国家の機関ですよね。そんな感じで。で、司法っていうのは、まあ、我々、国側関係なく我々市民の間の事項をまとめたもので、民法、商法、会社法とかを言います。まあ、司法と公法っていうのはこういうふうに分けてます。で、次に、まあ、判例っていう言葉を、法律の勉強していれば、繰り返し聞くと思うんですけども、判例っていうのは、裁判所が、裁判において示した解釈、まあ、当たり前なんですけども、例えばね、原告を何々とするみたいなね、原告の請求を棄却するとかなんか、そういうね、やつですけども、その中でいろいろと判断を、裁判所はこういう判断をするっていうのがあって、で、協議では最高裁判所もしくは戦前の大審院がした判断のみを判例と言って、それ以下、高裁とか地裁とか下級審の、裁判所の判断を 裁判例と言って使い分ける場合もあります。こういう使い分けをされている人もいるし、そういう本もあると思いますけども、基本的に私はこの授業の中では、広い意味で全部ひっくるめて判例って表現します。ただ、試験において大事なのは最高裁判所の判断の方が、まあ一段二段大事になってきます。だからテキストとか見てて、判例、あ、これ判例なんだってなった時に、それが、まあ高裁なのか地裁なのか最高裁なのかは、まあちらっと見てもらって、最高裁だったら、あ、これ大事な可能性あるな、みたいな、思っていただいた方がいいかなっていう。参考にしていただければと思います。で、そして、判例と対地付けとまでは言わないですけども、まあ、それとは別に学説っていうのもあるんですけども、まあ、学説にもですね、その、まあ、優先順位みたいなのがあって、まあ、通説とか、多数説とか、有力説とか、少数説とかっていうふうな言い方してて、テキストに出てきたら、この、不等式で書いてある順序で重要だと思ってください。一番重要なのが通説で、まあ、だんだん下がっていく優先度がっていう感じです。まあ、普通は判例と通説さえ理解しておけば大丈夫かなというふうに思っております。はい。大丈夫ですかね。はい、ちょっと次のページ見ていきますと、はい。条文の構成って言って、まあ、これは、条文っていうのは、まず、第何条とかからありますよね。数字があって。で、その第何条の中にさらに第何項とか分かれてて、そこでさらに第何号とかって分かれてたりとか、あと本文とか正し書きとか、前段後段とかっていう言い方するんですけども、まあ、これは、試験とかで条文のここって指摘するときは、正しく引用してほしいんですけども、今は別にそんな意識しなくても、自然と勉強してたらできるようになるので、まあ、条と項と号、本文正し書き、前段後段っていうのがあるんだなってことで、で、引用してるときにこういう言葉が出てきたら、あ、どこのことを指してるんだろうって見てもらえれば、まあ自然とできるようになるので、別に今無理に覚える必要はないかなと思います。まあ参考までに、ね、係争法のところの条文の引用の仕方とかは載っけてますけども、試験とかで引用するタイプの試験ですね、だと、まあこういうふうな引用の仕方をしてくださいねっていうことで、刑事訴訟法の212条の2項2号ですね。あ、これですね。はい、まず、これ刑事訴訟法なんですけど、刑訴ですね。第212条ですね。で、これが、1項、これ丸1って書いてあるのが1項です。レイアウトはもしかしたら皆さんのお使いの6項によって違うかもしれませんけども。これ1項。で、こっちが2項ですね。で、2項の左の各号って書いてるでしょ？左の各号ってこの左見たらこれ、1、2、3、4。これが1号、2号、3号、4号なんです。で、私が引用したのが、犯人として追告、
どこに書いてるかっていうと、ここですね。犯人として追尾。これを抜き出す。これ鍵括弧で、条文抜き出すときは鍵括弧でくくって抜き出すんですけども、ここ、どっから抜き出したかっていうと、刑事訴訟法の212条の2項の1号から抜き出したから、こういう書き方になるっていうことです。はい。まあこういうのはどんどん私のレジュメの中でも抜き出すときにこの表現を使っていくんで、まあ、自然と覚えていってくれたらいいです。で、次紹介する概念は、これ重要なので、まあぜひ理解しておいてほしいんですけども、条文の種類、っていうのがあって、強行放棄、もしくは強行規定っていうんですけども、これ何かっていうと、これに反する当事者の契約が無効となるような条文のことを言います。で、例えば、民法の146条、時効の利益はあらかじめ放棄することはできないっていう条文があるんですけども、まあこれも重要な条文なんで、覚えておく、よろくなる人は覚えておけば担当とかで出る可能性があるんで、まあ、これ出たら丸ってことなんですけども、どういうことかっていうと、まあ、なんか誰かに払わなきゃいけないけども、何年経ったら時効で払わなくていいよみたいな話って、法律勉強したことない人も聞いたことあるんですけども、あれなんですよね。民法には、こういう、まあ、債務は何年で時効ですと、払わなくていいですっていうふうに、決まってるんですけども、あらかじめ放棄することができない。これ、逆に解釈すると、あらかじめじゃなければ放棄できるんですけども、あらかじめって何かっていうと、まだ時効が来てない時に、あ、私はね、時効来ても別に放棄しませんから、時効来ても払うよって言っても、それは無効だと。それはできないと。逆に時効が来た後に、あれ時効来ちゃったけど、別にもう時効関係なく払うよ。これはいいです。まあ、条文と矛盾しないでしょ。あらかじめじゃないからね。でも、時効来る前に、あれもう時効来ても払うからって約束は無効だってことなんですけども、これね、基本的に、その反対が任意規定なんですけども、当事者が異なる合意をすればそちらが優先する。これが、まあ、原則だったんです。民法とかだとこれが原則なんですけども。じゃあなんで、そういう強行規定っていうふうに反する契約無効になるのがあるかっていうと、まあ、その91条に書いてるように、法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときはその意思に従うっていうことで、基本的に意思に従うんですけども、ちゃんとルールがあって、法令の公の秩序に関しない規定の場合は、まあ、別にそれは自由にどうぞっていうことなんですが、公の秩序に関することとか、まあ、その何らかの条件があって、つまり、当事者の意思とは関係なく、こういう条文が必要だから作っているものは、それと反対の意思表示をしてもダメですよ。特に、履行の利益を、これ、あらかじめ放棄することができるって人だったら、どうなると思いますかっていうふうに、ちょっと想像してほしいんですけども、大体、契約書って皆さん自分で作ります。まあ、作んないですよね。作られたものにサインしますよね。その時に、あらかじめ放棄できたら、私は履行放棄しますって契約書に書かれちゃうでしょ。書かれても、それ消してって言えます皆さん。言えないですよね。言えないと思いますよ。普通は。だから、そんな、これに反する、同意を有効にしちゃうと、もう全部の契約書にそれ入れられるじゃないですか。契約する側からしたら相手に自己放棄してもらった方が、絶対嬉しい、嬉しいというか、自己怖いんですよね、弁護士やってても。うん。まあ、自己来ちゃったっても大問題ですから。その自己放棄してくれるんだったら、こんなありがたいことはないんですけども、できるんだったら、あらかじめ契約書に入れちゃうわけです。そんなことしたら意味ない。みんなそうする。だから、無効としているという。これが強行放棄の、まあ、一つの意味合いですよね。はい。で、そうじゃない。別に、もう自分たちの合意で、好きにやっていいんだったら任意規定で反する、合意もどんどんしてね、ということで、この区別があります。で、次に取締り放棄っていうのもあって、これはまあ、前の二つに比べて優先度は下がりますので、まあ余裕があればって感じなんですけども、まあ、行政上取締りのために作ってる法律で、これに反する法律、司法上の効果、当事者間での合意っていうのは必ずしも否定されない。否定されることもあれば、されないこともあるっていうニュアンスなんですけども、例えばこの道路運送法4条1項だと、一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければならないと。まあタクシーのことですね。タクシーやる人はちゃんと大臣に許可取ってね、ということですけども、これ仮に許可なくタクシーやったとして、そのタクシーに我々が乗って、タクシーと、運んでもらう契約して、その契約が無効になるかっていうと、それはそれで有効ですよってことです。はい。つまり、
タクシーの営業は許可を受けなければ営業しちゃダメですよっていう取締りとしての決まりはあるけども、それを破ったタクシーとあなた方、我々市民が契約しても、その契約自体を無効というふうには、まあ、解釈しませんよっていうようなことなんですね。まあ、出てくる頻度はね、問題になる頻度は少ないですけども、出てくることもあるので、まあ、知っておくといいのかなっていう感じです。続いて、法令用語の基礎知識っていうところに進みたいと思います。で、またはともしくは、まあ、またはともしくはが使い分けがあるんだよっていうことをなんか聞いたことある人もいるかもしれませんけども、まあ、使い分けがあるんですね、実際。で、まず、まあ、この憲法14条1項の条文を、読んでいきますと、すべて国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により、政治的、経済的、または社会的関係において差別されないということで、またはっていうのは、まあなんか列挙するときの最後にまたはってつけるんですね。で、つまり、これと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 これは and の関係ですと。により、ここで一回によりが挟るから、アンドが切れて、またここでアンドを入れてるわけですね。政治的、経済的、そして社会的関係によって、またはで繋げると。まあ、こんな感じで、何個か繋げるときの最後にまたはを使うんですけども、またはともしくは両方使う、あ、まあ、アンドじゃなくてオアですかね。まあ、アンドのときとオアのとき、オアですね。これオアです。失礼します。オアですね。はい、オア。まあ、これが、されないと、否定になってるんで、まあ、英語で言うとか、まあ、少しややこしい、なんか、英語の文法の授業みたいになっちゃうんですけども、まあ、ここだけ見たらアンドに見えるけども、最後されないっていう否定なんで、まあ、まあ、オアになるんでしょうけども、まあ、そこはちょっと別に、そこの区別は何でもいいです。まあ、またはって言ったら普通オアですよね、日本語でも。はい、ちょっとすみません、勘違いしましたが。はい、まあ、感じで、最後に使うわけですけども、199条を見ると、その、またはともしくは両方使ってるんですね。人を殺したものは、死刑、または無期、もしくは5年以上の懲役に処するって書いていて、この、またはで繋げるのを僕、カッコでくくって、その、もしくはで繋げるのをこのちょんちょんっていう風にやって区切ったんですけども、まず、死刑っていうブロックと、無期もしくは5年以上の懲役っていうブロックをまたはで繋ぐんですよ。で、この無期もしくは懲役っていう中に、あ、これ無期も、無期、無期もしくは5年以上の懲役の中に、無期懲役と5年以上の懲役に分かれるんですね。懲役が本来2回来るんです。無期懲役って聞いたことあるじゃないですか。で、5年以上の懲役はそのまま5年以上の懲役と。なんだけども、その期間の部分をもしくはで区切ってる。で、死刑っていう、もう、罪と懲役っていう罪の2種類あるから、これまずまたはで区切ってるんですね。で、その懲役っていうカテゴリーにさらに、無期と5年以上があるから、その、くくられたカテゴリーをさらにもう一回くくるときにもしくはって使って、まあ、これはセブンサミットの該当ページ見た方がイラスト的に分かりやすいかもしれないですけども、14ページ。こんな感じです。死刑。または、無期もしくは5年以上の懲役。死刑と、死刑という罪と懲役っていう罪を並列してて、懲役っていう罪は無期か5年以上かっていうことですね。だこれ、またはもしくは使わなければ、死刑か無期懲役か5年以上の懲役かって言っても一緒です。はい。ただ、まあ、そんなにこれを一生懸命覚える必要は別にないと思います。ただまあ、一般的にまあ、説明はしておかなきゃいけないところなので、まあ、なんかこういうのを見たときはそういうふうに使い分けるんだなと思ってくれたらいいです。この憲法8条の方が分かりやすいかなと思ってこれも追加してるんですけども、皇室に財産を譲り渡し、または皇室が財産を譲り受けもしくは贈与することは国会の議決に基づかなきゃいけないということで、これ、皇室に財産を譲り渡すっていう行為と、皇室が譲り受けたら贈与したりするっていうことは、国会の議決に基づかなきゃいけないということで、国会の議決に基づかなきゃいけないタイプが2種類あって、皇室に譲るパターンと、皇室が受けたり贈与したりするパターンと。で、皇室がのところをさらにまたはで、財産を譲り受け、もしくは贈与する。いや、この、カッコでくくってる中にちょんちょんがつながるときはもしくはなんで、もしくはは単独では使わないんですね。またはで区切られた中を、で、さらにつなげるのがもしくはだっていうふうに分かればいいです。
まあ、ここがよくわかんないという人は、正直そんなに気にしなくてもいいですけども、まあ、気になるんだったら、まあ、わからなければ質問に来てくれても全然大丈夫です。で次、および並びに、見ていきましょうか。こっちが&ですね。失礼しました。さっきね。はい。憲法15条1項見てもらうと、公務員を選定し、およびこれを罷免することは国民雇用の権利であると。まあ、&ですよね。で次。これ単独だと、まあ、および、が一国で終わりなんですけども、会社法355条。取締役は、法令及び定款、並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため、忠実にその職務を行わなければならないということで、これ、法令定款、株主総会の決議って並べてるんですけども、なんでわざわざ、並びにと及び分けてんだって気がするじゃないですか。で、ここに書いてある通り、その、同じ種類は、およびで、こう、分けて、小さな、違う種類や大きな区分を並びを使う傾向があるんですね。この法令とか定款っていうのは、もともと決めてたものっていうことで、およびで、似たようなものだから、およびでくぐって、並びに、株主総会の決議って言って、まあ、一回一回決めていくものっていう性質が違うから、こう、並びに、ってやってるイメージなんですけども、ぶっちゃけ全部アンドで繋げてるだけなんで、そんなに意識しなくてもいいです。で、この憲法72条も例として挙げてるんですけども、まあ、内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督するっていうことで、まあこれも、まあ3つ並んでるわけですね。内閣総理大臣のやることが、内閣を代表して議案を国会に提出すること。一般国務より外交関係について、国会に報告すること。そして、並びにですね、行政各部指揮監督することってことで、これは、および使うと便利で、国会に報告することが2つあるんですよね。一般国務と外交関係について報告すると。だって、それは、ただ、この、並びにでくくられた中に、およびを使って初めて成立するから、まあ、これは、大きなくくりで並びを使って、小さな括りで境におよびを入れるっていうさっきのまたもしくはパターンなんですけども、これも別に皆さんが意識して書き分けるものでもなく、別にここを読めなかったからといってそんなに条文の理解がこんがらるわけでもないので、まあ別に正直よくわかんないくてもいいです。ただまあテキストとしては載ってて、まあ一般的に教える内容なので教えたという次第ですね。で、次に、場合と時ですね。まあ、これは分かりやすいんで、パッと例を挙げて理解してもらえば一発かなと思います。憲法60条2項なんですけども、予算について、衆議院で参議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議員の議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて、30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とするっていう、何書いてるかっていうと、まず、何の時の話してるかっていうと、まあ、時と場合、こんがらがってややこしいんですけども、大きい条件をまず場合って言ってるんですよ。こんな場合です。こんな場合のさらにこんな時。A っていう状況が、A っていう状況のさらに B みたいなことなんですけども、ある場合のこんな時って条件を二重にするときは、大きい括りに場合を使って、その大きい括りの場合の、さらになる条件で時を使う。地震が起きた場合でさらに外にいる時みたいなことなんですね。地震って大きな括りがあって、その地震が起きた状況でさらに外にいる時、地震が起きた場合で外にいる時、地震が起きた場合で室内にいる時みたいな感じで、まず大きな括りで、予算について参議院で衆議院と異なって議決をした場合に、で、この中のこの中の時、もしくはこの中のこの中の時みたいな感じになっている。条件が二重の時は、最初に場合を使って、後半に時を使うということで、感じです。まあ、まあ、自分でこういうなんか書くときに、まあ、気をつける余力があれば気をつけてもらってもいいですけども、まあ、そもそも自分で書くんだったら、こんなややこしい書き方をしなければいいっていう方法もありますし、まあ、なので、まあ、もし、参考までに、まあ、こういうのを使い分けたいという方は使い分けてくれたらいいかなという感じですが、この 1,2,3 はともかく、4は絶対覚えてほしいんですね。これは大事です。これ知らないとまずいです。はい、推定するという表現とみなすという表現の違いなんですけども、ここにある民法188条。占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定する。って書いてますね。で一方で、
民法753条、これ今は削除されています。昔あった条文です。未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。なると。まあ、どっちもそういうものと扱うってニュアンスですけども、大事なのは、推定するっていうのは覆る可能性があって、みなすは覆る可能性がありません。どういうことかっていうと、占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定するっていうのは、まあ、例えば、僕今このポケットロープを持ってるじゃないですか。これ僕がちゃんと適法に持ってるってみんな思いますよね。僕がこれ誰かから盗んできたとまさか思ってないじゃないですか。つまり、僕が占有してるこれっていうのは他の人から見ると、まあ、その人がちゃんと適法に持ってるんだろうって思うでしょ。こういうのを、まあ、推定するんですよ。ただ、もしかしたら僕がこれ盗んできてる可能性あるわけですよね。その可能性はゼロじゃない。そういう事実が証明されたらこれ推定されるんですよ。つまり、占有者、占有ってのは持ってるってことですけども、占有者が占有物について行使する権利。僕この6個を、もういらなくなったから、例えば500円で売ってあげるよっていうふうに。で、買いますってやったときに、ちゃんと僕のものだと思ったのに、実は他人のものでした。なったときに、いやでも、適法に推定する、適法に有するって推定されるから、しょうがないじゃないか、みたいなことで使う情報なんですね。はい。だ、覆る可能性はあるってことなんですよね。うん、ただ、もう見なすっていうのはそうじゃない。もうそういうものとするってことで、例えばこれ、753条って今どうなってるかっていうと、はい。民法753条。削除ってなってますね。で、昔は未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなすというのがあったんですけども、これなんで削除されたか分かる人は、まあ、偉いというか、推理力があるというか。それはですね、昔、成年っていうのは20歳からで、結婚っていうのは男性が18歳、女性が16歳だったんですね。それが法律が変わって、今は成年が18歳。で、結婚も18歳になったと。いうことは、結婚できるのは18歳以降なんですよ。成年になるのも18歳からなんです。以降なんですよ。ってことは、18歳にならないと結婚できないんです。成年にならないと結婚できないんです。だから、結婚したら成年になるっていう決まりはいらないんですよ。もはや。そんなことありえないから。ただ昔は、成年になる前に結婚ができたんです。年齢的に。で、成年になる前に結婚した人はもう成年と同じ扱いますと。だから、みなすなんです、これは。あ、よく調べたらこの人結婚してるけど、やっぱり未成年だったなんてことはありえないですよね。よく調べようが何しようがもう結婚したらもう成年、それはもう覆らない事実っていうのだったんですけども、今はもうその、条文が変わってからこれも削除されてるんで、まあそんな問題出ないと思うんですけども、単等式試験とかで、未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなすという条文がある、丸か×かって聞かれたら、今は×ですよね。まあ、そんな条文、問題が出るかどうかはわかりませんけども、そういうことです。はい。まあ、ちょっと面白いなと思ったんで紹介した次第ですね、これは。はい。まあ、なんで、これはすごく重要なので、どっちかっていうのは必ず、条文読むときは意識してくださいという話です。で、次に、法解釈の基礎知識っていうところを見ていきます。まあ、ここもまあまあ大事ですね。まあまあ大事って感じです。で、法解釈って何かっていうと、法律っていうのは、見たら、ああ、そういう意味ね、はいはい。って、なることもあれば、ならないこともある。まあ、というか、ならないことの方が多いんですけども。なので、その法律の意味をちゃんと噛み砕いて理解しなきゃいけない。解釈しなきゃいけない。その方法はどんな方法があるかっていうと、まずは分離解釈って言って、言葉の意味をそのまま解釈すること。それは基本中の基本ですよね。こう書いてるからこうだ。言葉の意味通りに従って解釈する。まあ、それだけだとちょっと分かりにくいなっていうときに、まあ、目的論的解釈っていうことで、立法趣旨、立法目的にかなうように解釈するっていう。うん、例えば、これは、立場の弱い人を守るために作った法律なんだから、立場の弱い人を守れるような解釈しないとおかしいでしょ。いうようなことですかね。その目的に従った解釈をするという。この二つが基本になるんですけども、まあ、個別に、反対解釈とか拡張解釈とかっていうものがあって、まあ、個別に見ていくと、反対解釈。A は B っていうのを、
A でないなら B でないというふうに解釈することを言いますが、これ、例えば、民法の、792条に、20歳に達した者は養子をすることができるっていう条文があるんですけども、これ、逆に解釈するとですね、20歳に達してなければ養子は取れないねっていう意味に解釈できますよね、普通に考えたら。うん。まあ、それはそうでしょうね。これはそれで合ってます。はい。これ20歳に達しない、達しないものはちょっと死が抜けて申し訳ないんですけども、私が手打ちしてるのは達しないものですね。達しないものは養子をすることができると解釈する。あ、別にこんな条文ないので、別にこれ覚える必要ないんですけども、この条文を反対に考えたらこうだということで、ただ、常にこれが正しいとは限りませんので、これは正しい例を出してきてますけども、反対解釈っていうのはできるときとできないことがあります。で、A は B、A でないなら B でない。これは、常に、両立っていうか、A は B が言えたら A でないなら B でないが言えるとは限らないっていうのは、これ昔、なんか高校で数学とかで習った覚えある人います。それなんですよね。まあ、逆裏対偶とかでやった、裏ですかね。A は B。A でないなら B でない。うん、B でないなら A でないは対偶で正しいとか習ったじゃないですか。別にそれ、覚えろとか言うわけじゃないですけど。だから、正しくない時もあるので、まあ、できる時とできない時がありますっていうことです。で、民法792条ってちょっと見てみると、これもちょっとさっきと同じ話になるんですけども、昔は成年に達したものは養子することができるだったのが、今は20歳を達したものは養子することができるようになりました。なぜかわかりますよね。成年が18になったから、昔は成年が20歳で、養子も20歳だから、成年でよかったけども、今は成年が18で、養子が20歳だから、もう養子は20歳にならないと取れないってなってると。なので、今後、担当の問題で、成年に達したものは養子することができるっていう、選択肢があれば、罰ということになると。これは出る可能性があるかもしれないですね。これは。はい。まあ、法律って改正するんでね、まあ、そこは気をつけていただきたいなという感じです。で、次に、拡張解釈っていうことで、言葉の意味を広げて解釈するっていうことなんですけども、刑法に、ちょっと刑法、まず条文見せなきゃダメかな。刑法129条1項っていうのがあって、まあ、普通、勉強してて使う条文じゃないので知らなくてもいい条文なんですけども。129条1項。これですね。過失往来危険っていうのがあって、過失により汽車、電車もしくは、幹線の往来の危険を生じさせ、または汽車もしくは電車を転覆させ、もしくは破壊し、めちゃくちゃですね。もしくは戦艦を転覆させ、沈没させ、もしくは破壊したものは30万円以下の安って感じですけど、すごいですね。電車を転覆させとか、はい、めちゃくちゃなことやってますけども。まあそういうことをした人は、まあ犯罪ですと当たり前なんですけども、はい、この汽車、記者ってみんなどんなイメージするかわかんないんですけど、まあ、あんまり記者って今見ないじゃないですか。で、まあ、だからかなり昔の判例なんですけども、大正です、これ。ごめん、大正じゃないで、昭和だ。ごめん。昭和15年、8月22日の判例で、この記者とか書いてる、ガソリンカーっていうのが昔あったみたいで、もうどんなものか私もわかりませんけども、車ではないらしいですね。なんか、電車みたいなものらしいですけども、私もウィキペディアとかで調べた。この授業のために、うん。でもまあ別に知らなくていいんですけども。なんかそれは、記者って言えるかどうか。つまり、この条文作った時は、記者っていう概念で作ったけども、時代変われば、その、違うもの出てくるじゃないですか。はい。まあ、極端な話、まあ、電話とスマホとかがまあ同じか違うかみたいな、まあそんなことだと思うんですけども。まあ、これ、ガソリンカーって記者なのどうなのっていう。でも、記者って意味を広げて考えたら、これガソリンカーも記者に含めますよねっていうことで、なんですかね。このガソリンカーを壊したものもこの罪に問うっていうような解釈をする。これを拡大解釈っていうふうに言います。で、逆に縮小解釈、その反対ですね。これ民法94条2項、まあ、知ってる人も多いと思います。勉強している人は。で、まあ、知らない人は今後、勉強して覚えていただければいいんですけども。まあ、虚偽表示の問題で、前項の規定により致傷者の無効は、善意の第三者に対抗することができないという、虚偽表示という、まあ、ジャンルの非常に重要な条文なんですけども、この第三者っていうのはですね、普通皆さん日常で第三者って言ったら、どんな人を想像しますかというと、関係ない人たちのことを全般言うこと多くないですか？第三者たち。広い意味です。すっごい広い意味ですよね。でも、94条2項の勉強したことある人は、第三者ってなんか限定されてたと思うんです。
ある程度その関係、逆に関係してる人たちじゃないとダメなんですよね。つまり、第三者って本来の日本語の意味じゃなくて、ちょっともっとぎゅっと縮小して逆に拡張の逆、限定して解釈する。っていうような解釈をすることもあります。はい。で、次に、類推解釈っていうのがあって、不法、債務不履行における損害賠償の範囲を、不法行為における損害賠償のケースにも適用するっていうのがあって、どういうことかっていうと、416条に、こんな条文があるんですね。そうですね。損害賠償の範囲、見えますかね？損害賠償の範囲だって、債務の不法行為に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。で、2項、1項と2項があって、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見するべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができるということで、債務不履行があったら、債務不履行で、まあ、約束したことを守らなくてってことですけども、それで相手に損害賠償を与えたときは、まあ、こういう基準で損害賠償を請求できますよっていうのがあるんですけども、これ、債務の不履行に対する損害賠償の請求はって書いてあるじゃないですか。で、民法では、不法行為って聞いたことある方もいるかもしれませんが、不法行為でも損害賠償を請求できるんですね。それが、はい、ここですね。不法行為。不法行為による損害賠償。で、これも損害賠償する責任って書いてるんですけども、まあ、これ、さっきみたいに、どの範囲で損害賠償できるって書いてないんです。不法行為は。他の条文にも。その時に、だけど、この債務不履行における条文、これを類推解釈。これ、条文に直接当てはまらないですよね。だって、416条ってはっきりと、書いてたじゃないですか。債務不履行における損害賠償の場合はってことです。ね。だからこれ逆にこれ反対解釈したら損害賠償違うんじゃないかって思えると思うんですけど。だから反対解釈って常に正しくないっていうのはそういうことで。債務不履行はこう。損害賠償は書いてない。なんでっていうような感じなんですけども。まあ、これ書いてないので、これを類推適用、類推解釈するんですね。条文には直接当てはまらないけども、なんか類似してるじゃないですか。相手のせいで損害被ってお金請求するっていう点で、だからこれを使うということで、こういうふうなことをやることがあります。で、ちなみに、なんで損害賠償の時にこういう条文ないかっていうと、どうも、これ作った当時の話、まあ本とかで読んだんですけども、損害賠償っていろんなパターンがあるんですよね。債務不履行っていうのは約束したことが守らないっていうパターンですけども、損害賠償っていうのはまあいろんな状況があると。まあ、不倫されても損害賠償請求だし、殴られても損害賠償請求だし、なんか地震が起きてきて、この立て付けが悪くて落ちて僕が怪我した。これも損害賠償だしっていう。その時に、どこまで請求できるか、これケースバイケースで考えた方がいいんじゃないかっていうふうに、法律作った人が考えたから、なんか、そういうの書かなかったそうなんですね。まあ、でも結局類推解釈されてるんで、一緒にされてるわけですけども、でも、類推解釈っていうのが、この、裁判所の考え方で、変わる可能性もあるので、法律は勝手に変わることないですけども、手続きもなければ、判例の解釈とか変わる可能性があるので、まあ、そういう意味では、時代によって合うような、解釈をできるようにっていうことで、まあ、不法行為のところにはこんな条文がないから、今は、この416条をなんか類推解釈しているということらしいですね。私が読んだ本には書いてました。そういうふうに。はい。で、こんなふうに、まあ、いろんな解釈の仕方があるんですけども、で、解釈に争いが生まれると論点になるんですね。で、この論点っていうのが、やっぱ得点がつきやすいポイントだっていうことは皆さんもなんかイメージあると思うんですけども、なんでかっていうと、例えば、まあ、例えばね、この、792条だと、はい、二十歳に達したものは養子にすることができると。養子をすることができると書いてて、養子をすることができるかどうかは論じなさいと。709条に書いてある。この人は二十歳超えている。だから養子にできる。終わり。これじゃ点数つけられないじゃないですか。だから、この条文これ使えんのかなどうかなっていう解釈に争いとかが起きるところで、いろんな判例を持ってきたり、理屈をこねたりして、そこに点数が来るっていう感じで論点っていうのが生まれてくるので、まあ、論点っていうのは、
大事って、どんな風に解釈に争いがあるかっていうところまで意識して、論点っていうのをセットで勉強してほしいですね。まあ、そこは個々の論点を解説するときに、私解説しますので、その時でいいです、勉強するのは。で、解釈に争いが生まれるのは、さっき、そういう立法者の話をしたように、あえて解釈をして、その時代に合った解釈できるように、わざとあやふやにしてる条文も多いから、論点というのがあるんで、まあ、論点が多いって法律なんてダメな学問なんだと思わずに、まあ、あ、そういうために論点であるんだなと思っていただくというような形になります。じゃあですね、前半の授業はここまでといたしまして、一旦ここで休憩を挟みます。で、10分後ですので、まあ大体今が私の時計で、私の時計でも皆さんわかんないかもしれないですけども、私の時計比較的正確だと思うので、7時今36分ぐらいなので、7時あ46分、10分後に再開したいと思いますので、一旦休憩といたします。10分後に再開します。では、お疲れ様です。はい。では、後半の授業を始めてまいります。よろしくお願いいたします。で、まあ、ここまで4ページ、まあ、使ってみて、まあ、法律の、まあ、基本的なところですね。まあ、ここはもう司法試験の話をバーッとして、まあ、法学入門ということで、まあ、担当のお話とかもして、法学入門の話をして、まあ、言葉の解釈の仕方とか、まあ、ざっと見ていって、まあ、今後の、まあ、全体を通して、まあ、法律っていうのを見ていく、まあ、一つの考え方っていうのを話しましたが、ここからは、ここの法律の全体像っていうのを話していきます。まあ、全体像は全体像なんですけども、今日は全体構造編っていうこともあるので、まあ、ここの法律の全体像っていうのを話していくので、よろしくお願いします。で、まずは第2編、実体法っていうことで、さっき実体法っていう言葉は、さっきは使わなかったが実体法っていう言葉は、さっきはこれか、公法と司法っていう分け方はしましたが、実体法とかって話はしなかったですかね。実体法と手続き法っていう分け方があって、まあその、権利義務に関することを定めているのを実体法。で、まあ、訴訟法みたいな手続きについて、まあ、定めているのを手続き法とかって言い方はしてますけども、まあその中の憲法というところがあって、まあこれはもう当然司法試験科目なわけなんですけども、憲法の役割何かっていうと、まあ一言で言ってしまえば、国家権力の乱用を抑制し、国民の権利、自由を守るためのものです。はい。歴史的にもそうですね。まあ別にこの辺の詳しい歴史の話をするわけではないですけども、そもそも憲法っていうものは国から僕たちが何かするのを守ってもらうための法律っていうイメージです。基本はね。で、憲法の規定は大きく人権っていう規定と統治っていう規定に分かれてまして、でも統治っていうのは人権保障の手段です。だからやっぱり目的は人権なわけですね。まあ憲法の人権と、まあ統治の方が後半に来ているわけですけども、まあ最初に人権、いろんな権利があって、で統治、まあ国会とか、まあ、司法とか、まあそういうのが出てきて、内閣とかね、そういうのがあってっていう、順序になっているわけですけども、まあ、統治の例っていうのを一つ挙げておきましょう。統治ってなんかピンときにくいと思うんで、ちょっと、ここはちょっと具体例を一つ紹介して、あ、こういうのが統治なんだっていう感覚を持ってほしいなと思います。で憲法43条には、こんなことが書いてあるんですね。両議員は全国民を代表する選挙された議員で、これを組織するというふうに憲法に決まりがあって。憲法っていうのは一番上の、法律ですので、まあ、これに反する法律は作っても無効なわけなんで、もう絶対に、両議員、衆議院、参議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織しなければならないということなんですけども。ではですね、まあ、ここで、まあ、ちょっとこういう問題提起をしてみましょうかと。政党による除名処分によって、議員資格を喪失させることはできるかと。はい。まあ、議員っていうの、っていうのは、一応議員と議員が分かりにくいですけど、これ憲法あるあるなんですけども、議員ですね。個々の人たち。で衆議院、参議院の議員ですね。まあね、まあそうね。議員資格の議員はこっちですね。でその議員に対して、まあ政党ですね。そのいろんな政党があると思うんですけども、除名処分して、で、しかも、議員資格を創設させるような決まりを作る。そんなことはできるのかみたいな話が、例えば問われたとするじゃないですか。で、そうすると、基本的にはできないっていうふうな解釈になるんです。で、これはどっから導かれるかっていうと、全国民を代表してるんだと。我々を代表して送ったものだから、別に、それは政党の代表じゃないんだっていう、まあ、扱いなんですね。憲法の条文を解釈することによって、我々が選んだものであって、別に政党の、言うことを聞くために、まあ、選んだわけではないと。
全国民の意思を持って選んだものなんだから、政党の都合で、政党から外すかどうかともかくとして、別に除名処分するかどうかともかく、それで議員資格まで失わせるっていうことは、これはできないっていうような解釈っていうのをしたりするんですね。これが当時の例です。なので、こうやって人権を守ることにつなげているという感じなんですね。まあ、当然、選挙された議員で組織すること自体も人権守ってますよね。選挙じゃない人間に支配されたら嫌じゃないですか。あれはね、これも当然人権を守るんですけども、この代表するっていうところもしっかり人権を守る意味が、こうやってこう出てくる。政党の好き勝手にされないんだというようなことで、まあ、憲法を理解していく。当時の問題っていうのはこういうふうに理解、一個一個理解していくっていうことになっていきますが、まあ、それはまあ、細かい話は実際の憲法の授業で話していくとして、で、まあ、より当時よりもやっぱ出題の頻度も高くて大事なのは人権ですね。で、人権っていうのは、まあ、まず、今日は全体構造なので、細かな人権についての話はしないんですけども、まあ、大きく4つの種類があるというふうに考えていただければいいかなと思います。まあ、こんなふうに、包括的基本権、消極的権利、積極的権利、能動的権利みたいな感じで、まあ、分かれてて、で、まあ、包括的基本権としては、13条の幸福追求権。まあ、すごい広い名前ですよね。幸福を追求する権利ということで、あとは平等権、みんなが平等ですということ。まあ、広い、まあ、包括的な意味合いを持っているからこそ、まあ、こういうふうに、包括的基本権なんて言い方をするわけですけども、まあ、例えばプライバシー権とかって、憲法の条文に直接、プライバシーを守るっていうような条文はないわけなんですけども、でも、プライバシー権って憲法では保護されるかどうかみたいな問題が出てくるんですけども、なんで憲法にそんな条文ないのに、プライバシー権なんてこの憲法で保護されるかどうかなって話になるのかというと、この幸福追求権っていうところを、出発点として、包括的ですから、いろんな具体的なものを含んでるっていうニュアンスで、こういうふうに、こっから導いたりとかでする作業をしたりします。憲法っていうのはその、人権を守るためのものなので、まあ、時代によってこんな人権もいるだろうっていうね、憲法を作られたのもう何十年も前ですからね。そういう時はこの包括的基本権から導いたりすることもあるよっていう話なんですね。で、まあ、ちょっと余談なんですけども、この幸福追求権の Q っていう字なんですけども、これ漢字間違えないようにしてほしいんですけども、地方試験って、採点実感っていうのがあるんですよ。司法試験受けた人たちの答案を実際採点した人たちが、なんか今年の司法試験採点したらこんな感想でしたみたいなのがあって、それも法務省のホームページに載ってるので、皆さんぜひ参考に、司法試験受ける方はね、読んでいただけたらすごく役立つことがいっぱい書いてるんですけども、私も実際、まあ、なんですかね、司法試験でどんな答案が評価されるのかっていうことの分析にすごく役立てたんですけども、まあ、本当に赤裸々にいろんなこと書いてますよ。こう書けば、いい評価するみたいなことが、こういう書き方はダメだとか。うん。まあ、めっちゃ役に立ちます。うん。まあ、最終的にはあれを分析して、本番に臨むというイメージなんですけども。で、まあ、もちろん、小学者のうちで別にあれを読む必要はないわけですけども、いずれ読んでいただきたいんですけども、その中にですね、こんなこと書いてたんです。まあ、憲法の採点実感で、誤字脱字に気をつけろと。特に、幸福追求権の Q の字を間違えてるなんてけしからんみたいな、なんか持ってんのほかないみたいな感じなことを書いてました。追求っていろんな字あるじゃないですか。なんか責任追求とか。うん。それで書いちゃったらダメですよね。なんだ幸福、責任じゃないんだからみたいなことで、まあ、すごいなんか笑える話なんかどうかっていうところを、まあ、読んでて笑っちゃったんですけども、でも、まあ、もう、誤字脱字した人からすると笑えないというか、それ書いてるってことは、この誤字脱字したら、まあ、点引くってことですよね。そうは言ってないけどね。けしからんみたいなこと書いてたんで、で、まあ、この追求は当然幸福っていうのは追い求めるものですからね。はい。なので、ちゃんとこの字を当ててほしいっていうのと、あと、まあ、憲法13条をそもそも引けば、はい。引けばですね、はっきりですね。どこだ？ここか。はい。すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福、追求。はい、書いてますね、ちゃんとね。追求に対する権利。これで幸福追求権なわけですから。まあ、条文見ればちゃんと間違いないんですけども。まあ、間違えた方がいらっしゃるということで、そういうお叱りを採点実感に受けてたのを見て、まあ、ちょっと、まあ、これは皆さんには間違えてほしくないなと思って紹介しました。
まあ、条文見てよ。別に覚えてなくても条文見れる人は、試験で条文見れるタイプの試験であれば、まあ見て書けばいいかなというふうに思います。まあこんな権利があります。で次に、消極的、権利ということで、消極的ってなんか、まあ言い方は良くない、聞こえるんですけども、要するに国家から干渉されない権利って考えてください。うん、消極的に何かしてくるなってことですね。国家よ、これをしてくるなよっていう。で、まあ、大きな分類で言うと、精神的自由権。精神的な自由に介入してくるなと。経済的自由権。経済活動に介入してくるなと。人身の自由と。まあ、体拘束するなと。まあ、いうような感じです。まあ、精神的自由権と経済的自由権は、まあ、めちゃくちゃ大事ですね。ね。で、まあ、その中でもいろんな種類があると。まあ、それぞれ、19条だったら、思想及び良心の自由とか、20条だったら、信教の自由、21条だったら、集会、結社、表現の自由、23条だったら、学問の自由とか、まあ、いろいろあると。こういうのは、まあ、自分の好きにさせてほしいということですね。思想、良心、どんな思想を持とうが自由じゃないかと。どんな宗教を信じようが自由じゃないかと。どんな表現をしようが自由じゃないかと。どんな学問をやろうが自由じゃないかということですね。ただこれももちろん例外があるんですね。何でもかんでも自由じゃないと。表現だって例外ありますよね。なんか、それは言っちゃダメでしょみたいなことって、まあ日常生活でもあると思うんですけども、まあ日常生活は、まあ国家が介入しているものじゃないので、まあ憲法の問題というよりは、まあ違う。まあ、原則としては違うカテゴリーですけども、まあ、国がこういう表現はいけないと禁止した場合、まあ、それは直接的に憲法の問題になってくるから、そういう時に、その制約は許されるのかどうかというようなところがね、司法試験とかで問われることが多いという形になる。原則っていうのは、表現の自由というのは守られるんですけども、まあ、当然誰かを傷つける表現とかあるわけですよね。好ましくない表現とか。そういうものまで全部野放しにはできないから、まあその、制約をしているんですけども、じゃあそういう制約って許されるんですかっていう話があるわけですね。学問とかもそうですよね。学問っていうのは何勉強したっていいでしょって思うかもしれないですけども、よく聞きませんか？その、クローン人間とかどこまで作っていいのかみたいな話とかあると思うんですけども、やっぱそういうのもやっぱ規制の対象になったりするわけなんですね。まあ、そういうふうに、ただ、思想良心っていうのは基本的に、うちで思ってる分には自由だったりする。まあ、絶対的な自由もあるわけですけども、やっぱこう、社会と関わりが合う部分っていうのは、その社会とのバランスを取るということで、いろんな制約が起きる。当然制約しなきゃいけないんですよね、逆に。ただ、それが、まあ、許されるかどうかっていうレベルの話で、よく問題になるわけです。はい。で、次に、今度は積極的権利。じゃ積極的権利って何かっていうと、逆ですね。国家にこういうことをしてくれと。受益権、益を受ける権利。国等の賠償責任ということで、まあ、国家賠償法っていうのがあって、損害を国に請求できる法律があるんですね。まあ、詳しくは行政法のジャンルになるんですけども、国に対してお金を払いという損失を、まあ、損害を賠償しろという権利がある。これ、条文、憲法で認められたんで、国家賠償法っていうのができています。あと裁判を受ける権利ですよね。これ大事ですよね。国がほったらかして知りません。裁判なんて国は関係ありませんだと、我々裁判を受けれないと。じゃ困ると。裁判がなければ、その我々の権利は実現できないから、これは国に対して積極的な活動を要求できるわけですね。裁判をしてくれと。いうようなこととか、まあそんな権利がここに書かれていると。まあ社会権って言って、まあ代表的なのは生存権ですね。まあ生活保護法とかで、まあ具体化されているわけですけども、最低限度の生活を営む権利っていうふうに、条文に書いてたわけですけども、まあそういうふうに、そういう権利があるんだから、これを実現するためには、そのお金稼げない状況だと、最低限度の生活を営めないよ、僕はっていう人に対して、最低限度の生活を営んでもらうために、お金を支給するっていうような決まりがある。これ社会、社会の仕組みの中で保護していこうという。まあそんな感じ。教育受ける権利とか、勤労の権利とか、労働基本権とかっていうのがカテゴリーとして当てはまるわけですけども。まあなので、まあ、問題の中で、何を国に対して求めているかですよね。国に対して規制されたものをやめてくれって言うんだったら、それは消極的権利の問題ですし、こういうことをしてくれって言うんだったら、積極的権利の問題になってくるというわけですね。
で、今度、能動的権利、これも特殊なんですけども、能動部自分が関わっていく、国政に参加していく権利ですね。まあ、普通選挙の保障とか、請願権とか、請願権ってちょっとよくわかんないですけども、ちょっと見てみましょうかね。16条。普通選挙の、まあ、そのままですよね。選挙権ってよく言われるわけですけども。何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令、または規則の制定、廃止、改正、その他、の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたために、いかなる差別待遇を受けないと。まあ、請願、お願いってことなので、そのお願いすることは自由なわけですね。そういうお願いしたからといって、あいつ危険人物だ、排除しろってことではないんだよ、というようなことも書いてる。まあ、実際なかなか、お目にかかる機会は少ないけども、そんな権利もあるんだ、というような感じ。これも能動的に自分が国にこうお願いしていくっていう、参加していくっていうスタイルの権利ですね。はい。まあ、こんな風に、いろんな種類の、ここにざっと挙げただけでも、いろんな種類の権利があるわけなんですけども、で、論文式試験ではよく問われるのが、この中の権利の、どれかがやっぱり制約されてるわけですよね。まあ、どれかが実現されないと。で、それが憲法に反しないかどうかっていうことを論述していくわけなんですね。で、まあ、条文って非常に抽象的なんですよ、これ。まあ、いくつかちょっと仮に紹介すると、まあ、さっきのも紹介しましたけども、まあ、もう、抽象的っていうか、もう、言い切ってるというかね。はい、21条。集会、結社、言論、出版。その他、一切の表現の自由はこれを保障する。としか書いてない。どう保障するとか書いてないです。保障、どんな基準で保障するとか全くわかんないですね、これじゃ。はい。で、でも実際表現の自由が制限されてることは、もう保障するって書いてる。じゃあ、どういう基準で判断するの？どこまで保障されるのっていうことは、条文があやふやすぎてわからないわけです。はい。だからこそ、憲法っていうのが、とにかく深い判例知識が必要なジャンルなんですね。憲法の判例っていうのは、本当に、出題趣旨とか採点実感、まあ、さっき話した採点実感と、あと、出題趣旨っていうのもホームページに紹介されてて、まあ、司法試験を出題したのはこういう趣旨で、こういうことを書いてほしいから出題したんですよってことも書いてて、やっぱり、この判例を意識して書いてほしかったとか、やっぱりいろいろ書いてるわけですね。特に憲法は判例大事な科目です。あんだけ条文が抽象的だったら、やっぱりその判例っていうものを使って、まあ、解釈しないと、先進まないというか、ことなので、判例をどんどん、授業の中で紹介していって、いきます。で、判例、例えばじゃあね、表現の自由を、自由で制限する判例、制限について考える判例を一個覚えたらそれでいいかっていうと、そんなわけないですね。表現の自由を制限する判例もいっぱいある。なんでいっぱいあるかっていうと、表現によってもやっぱ、ばらつきがあるわけですよね。保護される度合いが高い表現と、そうでもない表現とか、いろいろあるわけですよ。大事な表現とそうじゃない表現ってあるんですね。で、表現の仕方にも、ばらつきが、仕方っていうかその制限の仕方にもばらつきがあるわけですよね。全面的に表現がダメっていう場合と、ちょっとだけダメっていう場合とか。うん。その中でやっぱり、その、表現の、中でも強い弱い、制限も強い弱い、そのバランスの兼ね合いで、判例も、こういう時はこういう基準で考えます。こういう時はこういう基準で考えますっていう判例があるんで、その、いい塩梅の判例を選ばなきゃいけないわけですよね、実際に。論文書くときは。表現の自由の判例1個覚えたから、この判例の基準に行くぞって言ったら、もう全然違う事例だったら、もうそれ書いても点数来ないということになります。なので、本当に深い知識がいるんですよね。この判例はどういう時に使われる判例なのか。はい。いうことになります。だからそれが各権利において、たくさん判例があるということで、それを一個一個覚えて、その問題に適応してうまく、こう、当てはめていくっていうことを、これから憲法では覚えていてほしいなというふうに思うわけですね。で、ちょっと例え話とかをするとですね、これ、例え話ですから、実際そんなものはないわけですけども、そんな権利の制限はないわけですけども、はい、新聞を禁止しますとかってなったら、どう思いますか？新聞も一つの表現活動ですよね。表現の自由な問題になりそうだと。でも、他にも制限される権利ないですか？
まあいろいろあるわけですけども、まあ、表現の自由と近いものじゃなくて、もっと遠いもので。新聞禁止って言われたら、このレジュメに書いてある中で言うと、何か制限されてると思うんですけども、それは、職業選択の自由ですね。いや僕、新聞記者になりたかったのに、新聞禁止って言われたら、新聞記者になれないじゃないかと。僕の職業選択の自由も制限されてるじゃないかと。いうふうに、一つの制限が複数の自由を、制約することもあります。だから、ここに書いてあるように、まあ、どれかが制約されるわけですけども、一個じゃないこともあるわけですね。うん、で、まあ、そうなったときに、まあ、どれで書くかと。ということ。ここもやっぱセンスですね。まあ、問題文を分析して、どっちで書くべきかっていうのを決めたり、場合によっては両方書くこともあり得ます。で、問題で、こっちを書けって、まあ、誘導みたいになっていることもあるので、その時はそっちの方で書けばいいわけですけども、まあ、そんな感じで、まあ、どんな権利が制約されているかっていうところに着目する。で、この権利を制約されているものをこれだっていうのを、最初のスタート外すと、もう、どうしようもないっていうか、もうちょっと挽回は難しいっていう感じなんですよね。うん、これが、表現の自由で書くものだったのに、職業選択の自由で書いちゃった。でもしそれが、まあ、それもそれで採点するっていう趣旨であれば、まあ、なんとか救われるかもしれませんけども、まあ、そうじゃなければ、まあ、大きく点数を落とすということですし、まあ、もしくは、表現の自由と、まあ、職業選択の自由、両方を採点対象としてて、半分半分だったのに、1個しか書かなかったら、それだけでも半分しか点取れないということ。で、半分しか点取れないってことは、さっき合格、基準がだいたいまあ半分ぐらいで合格してたってことなんで、だいたい半分ぐらい前後なんですね、取れる点数がね。だから半分の半分なんで、もう25点ぐらいしか取れないとかっていう悲惨なことにどんどんなっていくイメージなんですよね。なのでまあその、そういうふうに、まあ最初の権利の制約の検討はものすごく慎重にやらなきゃいけないし、だからどんな権利が制約される、得るのかっていうのをしっかりと理解することが大事なんです。で、さっきの例で言うと、じゃあ新聞禁止っていうのが、まあ、憲法に反するかどうかと。新聞禁止って言われた側が、いや、そんなおかしいだろうと。そんな法律は憲法の表現の自由に反するだろうって言ったときに、国側としてどんな反論があるかっていうのを考えなきゃいけません。で、それは大体、こういう趣旨でこういう条文を作ってますっていうふうに、問題文に書いてることも多いので、例えば、じゃあこんなこと書いてたらどうでしょうかと。今は違いますけど、近い将来、資源がどんどん枯渇して、もう木材がなくなって、紙が作れなくなっていきました。はい。もう、紙なんてもう本当に最低限のトイレットペーパーぐらいしかもう作る材料がないと。そんな中で、新聞なんて別にネットでいいんだから、新聞なんていらないだろうということで、新聞禁止にしたと。うん、なんか筋通ってますね。うん、これだったらしょうがないかなと。うん。で、表現は、インターネットとかでやればいいじゃないかと。別に新聞じゃなくてもいいじゃないかと。新聞記者になりたいの君はと。じゃあ、ネットのライターになればいいじゃないかと。新聞記者じゃなくてもいいじゃないかと。いうふうに、まあ、制限する理由があって、で、その制限を緩やかにする方向性の話もあるわけですね。そういうの自分で考えたりとか、問題文にヒントがあったりとかするわけですけども。そういう、まあ、バランスの中で、考えていくというのが憲法の全体像です。そういう意識を持って、こう、判例を見たりとか、一個一個勉強していくっていうふうな感じでやっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、憲法の話はこんな感じですね。はい。で、じゃあ次に、民法行きましょう。はい。で、民法っていうのは、本当に、いろんな法律の基礎になる、ものです。はい。で、まあ、一番大事な、法律、憲法が一番大事っていうのはその別の意味なんですけども、まあ、法律との序列として一番大事なのは憲法で、まあ、民法で憲法に反する条文を作ったら民法が負けるんですけども、そういう意味じゃなくて、試験的、勉強的に一番大事なのは、まあ、民法だと言われますね。国家苦手だと法律全般が苦手になりやすいので、ここはしっかりと勉強していく必要がある場所。なので、まあ、この講座も、まずは民法が、普通は民法から勉強しますね。大学の授業とかもそういうケースが多いと思うんですけども、民法が全ての法律を理解する基礎になっています。で、民法の役割は何かっていうと、司法の一般法。司法っていうのはさっき説明した人と人との間、市民と市民の間の法律です。国との間に関しては書いてないですね、民法はね。だから、国に損害賠償を請求するときは民法じゃなくて国家賠償法っていうのを使いますね。
はい、さっき出た。戻ると。あ、これ。これですね。国家賠償。国に損害賠償請求する。人に損害賠償請求するときは、民法ですよね。はい。そういうふうになっている。で、特別法が適用される場合は、そちらを優先する。何言ってるかというと、一般法っていうのが大事で、つまり、普通に、なんか特別な場合に、こっちを適用、これが適用できるって法律、このようにいくつか存在するんですね。例えば、クーリングオフっていう言葉は聞いたことある人が多いと思うんですけども、これ、例えば、僕と皆さんが、じゃあ僕がこの商品買ってください。みんなが分かりました。買います。あ、やっぱ、この商品いりません。クーリングオフできるかっていうと、それはできないんですね。うん。なぜなら、クーリングオフっていうのは特別法で、特別な状況を満たした場合にしか適用されない法律の条文なんですね。具体的な訪問販売とかですね。私が皆さんの家にピンポーンって言って、すいませんって起きてますかとかって言って、なんか、この布団乾燥機いりませんかとか言って、なんか、言いくるめられて買っちゃったけど、なんかよく考えたらこれいらないよな、っていう時に使えるものとして用意されてて、そういう特別なケースでしか使えない。特別法って言います。そうじゃなくて、民法っていうのはどんな時にでも使える一般法っていうような形です。なので、普通の売買でクーリングオフは使えないわけですね。これが特別法と一般法の違いで、特別法があるときはそっちを優先的に使うということです。で、まあ、特別法を司法試験で使うことは珍しいですが、司法試験で試験対象になっていないわけではないですね。司法試験でいう民法っていうのは特別法もひっくるめた民法のことなので、司法試験の条文の、問題の中で特別法を引くことはあり得ます。はい。まあ、例えば、この6法で言うと、まあ、民法っていうのが、これ民法ですよね。実際これ民法の条文なんですけども、民法がバーってあって、民法が終わった後の、この謎の空欄部分。ここにあるのが、いわゆる民法の特別法たちですね。バーってあって。で、こうやってバーってあって、こう、バーって。この辺はだから司法試験でも、民法のジャンルでこの辺の条文を見ることはあり得るわけです。例えば、借地借法とかそうですね。民法で賃貸借ってあるじゃないですか。聞いたことある人もいると思うんですけども、民法の中に賃貸借ってあるんです。で、何かというと、物を貸してお金をもらうっていう契約。例えば、レンタル DVD とか、レンタカーとか。まあ、家とか、何でもそうですけども、賃貸借なんですけども、その中で、借地、借家法であるみたいに、土地とか家とかを借りるときには、こっちを使いますよっていう。こっちを使うこともできますよっていう。まあ、もちろん民法の条文も使えるんですよ。ね、だけども、まあ、より詳しくこっちに載ってるので、例えば不動産とかの賃貸借が出てくれば、こっちを使うこともあり得るんです。まあ、それは今は別に意識しなくていいです。司法試験というのはそういう試験です。司法試験以外の試験だと、まあ、ほとんどこっちは使わないよねっていう、まあ、こともあるかもしれませんが、司法試験だったら使うこともあります。はい、バーっていって、で、こうバーって、民法から続いてて、で、続いてて、で、商法って。これは商法に切り替えましたね。商法に。はい、ここから商法。ここまで民法みたいな感じですね。はい。こういうのまとめて民法というふうに言い方もします。出題の範疇として。民法という名前の法律だけじゃなく、こういう特別法とかも含めて民法みたいな言い方をすることもあります。で、なので民法っていうのは司法の一般法としての役割があるっていう意味はそういうことです。で、民法の体系。これね、画面見づらいかもしれないですけども、これね、パンデクテン方式って書いちゃってて、おかしいの気づいてる人いるかもしれないですけども、パンデクテン方式ですね。完全に僕が打ち間違えたんですけども、なんでバとパを打ち間違えたのかよくわかんないですけども、まあ、なんか、パンデクテン方式って書いてあって、パンデクテン方式です。正解は、パピプペボですね。バビプペボではなく。で、パンデクテン方式って何かっていうと、より抽象的なものから個別具体的なものの順番に編纂されていると。条文が並んでいるというような考え方で。第一編が総則。これが民法全般に関する規定ですよということで。第二編が物件。これはまあ、物件というのは人か物に対して有する権利に対する考え方。第三編が債権って言って、人が人に対して有する権利のことを債権って言うんですけども。で第四編が親族です。家族に関する規定です。条文ですね。第5編が相続っていうことで、まあ、これ相続に関する規定っていう感じで、
それぞれ辺が分かれてるんですけども、まあ、その、それぞれ、まあ、抽象的なものから個別具体的なものっていう順番で作られていて、まあ、さっきのクーリングオフの例とか、尺字尺化法の例みたいに、まあ、全般を対象とした条文と具体的な、まあ、クーリングオフで、ね、特定商品取引法みたいな具体的な事例で使える条文とかっていう分け方と同じように、民法も全体で使える条件と、まあ、賃貸借でしか使えない条件。だから、順序で言うと、まあ、この民法の中でも一般的な部分と、さらに、賃貸借っていうので使えるものと、賃貸借の中でも、借地借法みたいに一部のものを対象とした賃貸借で使える方みたいなのが分かれてて、もうこういう抽象的なものから個別的なものに順番に並んでいることを単独点方式っていうんですけども、例えばですね、そこの例としては、なんか勘違いして、贈与の契約をしてしまった場合、どんな条文が使えるかっていうと、95条っていう条文と、550条っていう条文を見て、考えることができるんですね。で、95条って何かっていうと、相続っていうこの第一編の相続、これ民法全般に使える条文。だから、相続、贈与でも使えるし、あとは、売買でも使えるし、賃貸借でも使えるし、みたいな全般で、基本的に全般で使える。例外とかはあるんですけども、全般に使えるっていう。だから、それを、その中の95条っていうのを見てもいいし、逆に、贈与っていうのは債権の契約の一類型なんですね。債権、この第3編の債権から探してもいいんですよ。贈与っていうのは債権の契約の一種ですから。でも、勘違いっていうのは意思表示っていう、自分の気持ちの間違い、表示の間違い、勘違いしちゃったよ、みたいなことに、時に、その全般のところから使ってもいいと。どっちを使ってもいいんです、これ。どっちかしか使えないわけじゃないんですね。どっちも使えると。で、まあその場合によってはこれどっちかしか使えないんじゃないかっていう論点とかもあるわけですけども、基本的にはどっちも使える。で、95条を見ると、どんな条文かというと、意思表示は次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができるということで、まあ錯誤っていうのは、まあ勘違いのことなんですけども、うん、勘違いしちゃった場合は取り消せれようみたいな条文があるわけですね。これ使ってもいいと。ただし、やっぱり、何でもかんでも無条件に勘違いだから取り消せるってわけじゃないですよね。一定の条件、がないと嫌ですよね。あそこからあれ勘違いだから取り消してとかって言われても。それはバランス取られてるわけなんで、まあ、簡単にはこの条文は使えないです。で一方、550条を見てみると、書面によらない贈与の解除って書いてて、書面によらない贈与は各当事者が解除をすることができる。もうなんか良さそうな条文ですね。うん。ただ、書面にしちゃうと残念ですね。贈与するっていうのは、なんか紙に書いちゃうと、後で勘違いだから、やめてって、解除してって言えない。うん。まあ、さすがに紙で書いといて解除っていうのは、ちょっと、それは許されないよっていう、そういった、まあ、法律のメッセージが込められているかなっていう気もしますけども。で、これ、正し書きあるんですね。正し書きってなんか僕、前半で言いましたよね。急に戻って申し訳ないですけども。条文の構成で、上、項、後、本文、正し書きって書いてて、これ正し書きの一例です。すぐ慣れるって言ってるのはこんな風に出てくるからなんですけども。まあ、最初に、はい、原則書いてる。書面によらない贈与は各当事者が解除することができますと。ただし、例外があるんですね。これで正し書きっていうの。ただし、履行の終わった部分についてはこの限りではない。どういうことかっていうと、贈与っていうのは何かをあげるっていう、そういった契約です。で、履行っていうのはそれを実行することなんですけども、これあげるって言って、もうあげちゃったらダメですよと。だから、あ、今度あれあげるねって言って、書面に書いてなくて、まだあげてない時は、これで解除できるということです。なので、さっきの例で言うと、どこだったかな、これね。勘違いで贈与の契約。これ勘違いじゃなくてもだからできるんですよ。別に、勘違いじゃなくても、書面にしてなくて、まだ、贈与、履行してなければ、あ、ごめん、あれ、解除するわ、っていうことはできます。
っていうふうに、一個の行為に対して複数の条文を使うことができることがあるんですね。で、これ例えば、で、ここで、私が、皆さんが司法試験で、民法の論文を解くときに意識してほしいのは、司法試験の論文式試験では、当事者の主張を実現する法律構成について論述することが多くて、その条文と要件事実の把握が大事ですよということです。つまり、こういう困った人がいたと、時に、どういう条文を使って、この人の、勘違いをどうにかしてあげることができるんですかみたいな問題が出るわけですけども、その時に、この95条っていう条文を使ったりとか、550条っていう条文を使う、これが、いわゆる法律構成ですよね。この条文を使ってこの人を救おうと。で、その条文には今見たように要件があったじゃないですか。550条だったら、書面によらないこと、履行してないこと。っていうのを、そういうのを要件事実っていうんですね。ある法律行為を主張するときに満たさなきゃいけない条件のこと。で、これを満たしてないと、その法律効果を主張できないので、それを満たしているかを考えると、いうことになります。で、そういう、つまり、問題解くときは、まずこの条文を使います。こういう法律構成で行きますって書いて、でこの法律構成で行くには、こういう要件事実が必要ですと。で、この要件事実っていうのはこういうことだけども、じゃあこの要件事実で満たしているかどうかっていうところの中で、いろいろと、問題が出てくるわけですね。この、履行の終わった部分でいうと、何をもって履行終わったっていうかですよね。そういうのとか、いろいろと解釈が分かれるわけです。上げちゃってたらもう履行終わってるわけですけども、どういう時に履行が終わったかっていう、問題文の条件とか見て、なんか履行が終わったかどうかなんか微妙な状況だなと思ったら、そこの部分についていろいろ考えてねっていう司法試験の問題のメッセージだから、そこを考える。何をもって履行終わったとみなすか。で、解釈ですよね。さっき私が、解釈の説明、解釈のパターンをお話ししましたけども、解釈して、こういう、解釈した時に出てくるものを規範って言うんですけども、規範って何かっていうと、条文の解釈をして、条文っていうのは、こういう、わかりにくい抽象的な条文を具体的にこういう基準で考えますというのが規範で、規範っていうところをうまく書けるかどうかで点数をつけてくれたりするっていうことが多いんですね。こんな感じで民法の問題を解いていく。これが大きな骨組みなわけですね。それが民法です。で、パンデクテン方式っていうのをもう少し、視覚的に説明すると、全体構造編の、テキストの これですね。これが一番パンデクテン方式をパッと図にしているわけなんですけども、この図を覚えるわけじゃないですけども、ズームアウトすると、見えなくて、ズームすると全体映らないっていう、残念な感じですけども、例えばですけども、この、さっき見たら、さっきこの、贈与の、規定を、話をしましたね。贈与というのはこの列にあるわけですけども、この贈与に行く過程で、民法相続から出発して、債権っていうのを通って、債権相続っていうのを通って、で、契約っていうのを通って、贈与に至るわけですけども、この中で通る過程で、それぞれ条文がある、場合、そこの条文とかを使っていけるわけですね。ここの民法相続の条文を使えるし、債権相続の条文も使えるんですね。逆に、所有権の話するときにこれ使えないですよ。だって、これ通らないじゃないですか。そうですね。で不法行為の話するときも物件は使えないわけですけども、通っていく中で、このブロックですね。このブロック通って、このブロック通って、不相利得。だから、このブロックもこのブロックも使えると。という感じです。贈与だったら、このブロック、契約相続も使いますね。通ってないですけど、厳密には。だから、本当は契約相続があって、さらにこう枝分かれしてた方が正確なんですかね。イメージとしては。わかりますか？言ってることわかりますかね、つまり、後ろに行ってるものほど、その通る前のものの条文を使える可能性があるんで、それぞれの法律構成が出てくる。
ただし、使える法律構成全部書けばいいかというと、そうでもないんですね、司法試験って。全部書いた方がいい時もあるし、まあ、そもそも明らかに別にこれ使う必要ないでしょっていうものもあるので、それは、まあ、ケースバイケースで選んでいかなきゃいけない。まあ、それはまあ別においおい勉強していけばいいっていう話になってきますね。まあ、今のが民法、司法の一般法の話で、今度は商法。まあ、民法と対峙して、まあ、考えることが多いんですけども、商法会社法の役割っていうのは、商人とか会社に関する特別法。だからさっきの借地借家法みたいなもんなんですよね、言ってみりゃ。民法っていうのがあって、で、まあ、家とか土地を借りるときは借地借家法を使おうよ。で、民法っていうのは人と人との契約とかの話なんですけども、人と同じ人でも商人っていう立場の人とか、会社っていう人と取引するときは、この会社法とか商法を使おうよっていう、はい、話になってきます。会社法とか商法とか使うときは会社か商人が出てくるというわけですね。で、例えば、商行為の代理では、件名は不要っていうのがあって、まあ、まずちょっと民法100条から見ていきたいんですけども、まあ、ちょっとね、すでに勉強されている方はもうそんなの知ってるよっていうこと、方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、ちょっと入門講座ですので、ちょっとお付き合いいただければなと思うんですけども、例えば100条、民法、これ民法の100条ですね。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は本人のためにしたものとみなすと。まあ、正しい書きはもう今回別に見なくていいです。つまり、まあ、僕が誰かの代理人だとします。まあ、友達の山田くんの代理人だとして、あ、山田くんのためにこういう契約したいんだって言ったときに、それ山田くんのための契約だから山田くんのためにやってるわけですけども。でも、それを山田くんのため、ここで言う本人っていうのは山田くんのことですね。山田くんのためって言わずに、あ、どうも、森田です、みたいな感じで。うん。で、あ、この契約しよう。僕、山田、本当は山田くんの代理人なんだけども、山田くんの代理人ですって名乗らなかった時に、じゃその契約って、山田くんとの契約、僕との契約、どっちってなるんですけども、それは、事故のためにしたものとみなすっていうことで、でこれは、代理人の、つまり僕の法律行為とみなすというような条文があるわけです。で、一方で、商法の504条を見ると、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は本人に対してその効力を生ずる。同じく正し書きは見なくていいですけども、真逆のこと言ってるの分かります？まあ、森なんですけど、この契約お願いしますって言って、別に山田さんのためって言ってなくても、本人に対してその効力を生ずる。本人っていうのは山田さんです。はい、山田って名乗ってないです。はい、なんでかっていうと、過去に書いてある通り、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで行為をした場合だってもっていうことで、これ、商行為っていうのは、こう、反復的な取引を想定してるんですよね。そんな時に、普通は、あ、これ今回何々の代理人ですとか、名乗らずにパパッとやっちゃう。まあ、あ、森ですけど、いつもの契約お願いします、みたいな、うん。森ですけど、あ、山田の代理人です、今回は、みたいなこと一時言わないってことです。反復継続してやってるからっていうことです。だからそういう、民法だったらそれだと不都合だけども、商法だったらこれでいいでしょっていう、まあ、商法の修正が入ってるんですね。そういうのが商法だったり、会社法だったりするわけです。これが基本的な理解の仕方です。で、あともう一個、まあ、商法の初学者の人には特に、まあ、覚えておいてほしいんですけども、会社法ってもともと商法の一部だったんですけども、独立して会社法になったんですよね。まあ、時代の中で考えると、なんかほら、サザエさんとか見てたらなんか、商人チックな人なんか出てきませんか？まあ、あれを厳密に商人って言うかともかく。昔はやっぱりなんか商人とか活気づいてましたけども、今はやっぱ会社じゃないですか、経済の中心は。まあ、それが原因かどうか知りませんけども、あくまでイメージで今話しちゃいましたけども、昔は商法の一部が会社法だったんですけども、今はその会社法として独立してて、で、実際司法試験に出るのもほぼ会社法です。で、もともと
会社法は商法の一部だったんで、その商法っていうのが会社法が抜けちゃった影響、会社法だったのが抜けちゃった影響で、すごい飛んじゃうんですよ。これね、この32条から500条まで削除、大胆な削除ですよね。とんでもない。31条から32条までバーって続いて、次31条まで続いて、はい、32から500まで削除で、次501条っていうふうに。まあ、このあたりにもともと会社法があって、これ独立して、この会社法っていうものに、これ会社法ですね。会社法になった。だから、まあ、商法を見てて、何これ、なんか、30何条とか500何条とかなんか、めっちゃ飛んだ条文ばっか引用してんだけど、何これって思っても、そういうもんです。その間がないから。っていう感じですね。最初なんか僕それ知らなくて、なんか本当、わけわかんなかったですね。何この体系、何この法体系みたいな。まあ、そういう経緯があります。はい。で、まあ、会社法の全体像としては、あ、だから会社法が名義では使えますね。商法が、もちろん出題対象で、まあ、会社法がもともと商法の一部だったんで、今も司法試験の呼び名としては商法っていう試験科目になっているわけですけども、まあ、現実的な会社法がほぼ出ていると。で、なんか、会社法の、まあ、全体像ということで、まあ、まあ、これは別に特に会社法に関して、なんか今は別にここを意識してっていうことはあんまりないので、まあ、代わりに全体像を乗っけた全体構造編なのでっていう程度なんですけども、まあ、まあ、さっきの民法の、なんかね、さっきの民法はこんな風に、相続、物件、債権、親族、相続っていう体系でしたよっていうので、まあ、会社法で言うならば、こういうふうに、同じくやっぱ相続から入るんですけども、で、会社といえば株式会社ということで、第2編が株式会社。この中の条文がやっぱ非常によく出ますね。司法試験にね。で、まあ、第1章が設立。はい。会社を設立するときに関わる条文ですね。そのタイトルの通り。第2章が株式。株式会社は当然株式を発行するわけですけども、株主の権利とか、株式の発行とか、株式を売ったりする譲渡とか、そういうのに関する規定。で、第3章、言葉しています。第3章は何かっていうと、なんだろうね、第3章は。あ、新株予約権か。新株予約権っていうのがあるんですけども、第3章を飛ばして、第4章期間って書いてるのは、別に、抜かしたチャッターンじゃなくても、わざと大事なよく使うところをなんかピックアップしただけなんですけども。はい。まあ、機関って何かっていうと、組織のことです。会社だったら株主総会ってありますよね。ここで重要なことを決めたりとか、あと取締役会。取締役っていう代表取締役とか聞いたことあると思いますけども、取締役が集まった会を取締役会って言ったりして、そういう会社の組織についての決まりとか。まあ、そういうのもある。で、第3ペアは持ち分会社って言って、これ株式を発行しないタイプの会社です。ね、で、社債。まあ、会社債権っていうふうなことですけども、株式以外の、まあ、そういう、手法について書いてあるとか、まあ、組織変更とか外国会社とかもいろいろあって、まあ、雑則っていうのも、まあ、雑則って言ってるんでいろいろあるんですけども、その雑則の第2章の訴訟っていうのは、これもちょくちょく、司法試験なんかでも使うことが多くて、会社に関する訴えの規定が書いてあって、まあ、こういう時にこういう訴えが起こせますよ、みたいなことが書いてあって、まあ、これは、また会社を使う時にこの条文を引くことが多くて、この条文とは雑則の訴訟にあるんだ、みたいなね。なんか全体像が分かってる方が、なんか、条文を引いたりとか、勉強が目安になるかなと思ったんで、まあ、今度皆さん勉強するときにこういう、ね、感じでなってる。例えば、取締役に関する規定探したいなと思ったら、まあ、それは株式会社の取締役だったら株式会社の機関も探せばいいんですね。ね、そんな感じで全体像を意識していくっていう勉強法。で、なんで全体像を意識してほしいかっていうと、これね、ここに書いてあるんですけども、論文式試験では、これ会社法の場合ですよ。うん。私これ書いてるのは、商法っていうジャンルのなんかまとめみたいな書き方してるんで、論文式試験では、条文を的確に操作適用する能力が会社法の場合求められるんです。やっぱ条文数やっぱ民法と同じく多いので、株式がこういうふうなことになったときはこの条文を使うみたいな、なんかいろんなその、どこの条文を引くかっていうのが勝負だったりするんで、それを的確に操作適用してほしいんですね。そのためには、まあ全体像をしっかり理解して、あの条文はあそこにあるぞみたいなね。あそこを見ればこの状況で使える条文が見つかりそうだとか、まあ、そういう全体像の理解から入ってほしいということもあったので、
まあそういうふうな、お話紹介をしたという形です。はい。はい、いいですね。皆さんも結構長時間なのでお疲れモードかもしれませんけども、大丈夫ですかね。まあもうあと1時間切りました。9時半で終わりですので、今8時35分ですので、まあもう一頑張りしていただけたらなと思います。はい。で、次の全体像を見るのは刑法です。では刑法の役割、まあこんなもの別にいちいち覚えなくていいんですけども、まあどのような行為が犯罪になるかを明らかにするっていうのが、まあこれ僕が考える刑法の役割ですね。まあもちろん犯罪者を処罰するっていうのも役割なんですけども、それと同時に、どんな行為が犯罪になるのかを明らかにするって何のためにやってるかっていうと、逆にどんな行為だったら犯罪にならないのかっていうのを我々知らないと怖くないですか？なんか道歩いててお金落ちてるな、これ拾ったら犯罪になるんだっけ？犯罪にならないんだっけって。わかんなかったら怖いですよね。まあ、厳密には拾ったら犯罪になるわけなので、拾わないということになるんですけども、こういうふうに何が犯罪になるか分かんなかったら怖いじゃないですか。だから、ちゃんと刑法っていうのを作って、こういうのは犯罪になりますよっていうことで、ちゃんと犯罪になるものを列挙してる。これが刑法ですね。で、それを罪刑法定主義って言います。まあ、学部で最初に刑法を習うときに、まあ最初の方で習う言葉ですね。ただ司法試験にはあんま出ないので別にこれ無理に覚える必要はないです。罪刑法定主義っていうのは犯罪と刑罰はあらかじめ成文の法律によって明確に規定されていることを要するということなんですね。なんかめっちゃ余談なんですけども、なんかミステリーという流れっていうドラマあったじゃないですか。まあ見てない人も見たことある人もいると思うんですけど、僕は見たんですけども、なんかあん中で人を殺しちゃいけないって、なんか書いてるじゃねえかみたいなことをバスジャック犯が言ったときに、苦悩を整うという主人公が、そんなことは書いてません。人を殺したらいけないという法律はありません。人を殺したら刑罰に処するって書いてるだけです。あれは非常に正しい話ですね。こういうことをしたら、こういう処罰を受けますって書いてるんです。確かに人を殺すなとは書いてないです、うん。そういうことですね。こういうことをしたら、こういう刑罰があるよってあらかじめ警告しておくことで、みんなはその犯罪を犯さなくなる。これが罪刑法定主義の考え方。逆に言うと、それ以外のことだったら、犯罪にならないから犯そうと。犯すって言い方がおかしいですね。犯罪にならないんだから。まあ、そういうことですね。はい。で、刑法っていうのは、結構やっぱ用語の理解が大事になってきます。まあ、刑法に限らずなんですけども、まあ、刑法は特にその、最初のスタートラインとして、用語が理解できないと勉強しにくいジャンルなんですね。非常に。で、中でも最も重要な用語は、これは僕が勝手に言ってるだけですけども、構成要件だと僕は思ってます。刑法、もう刑法を勉強し始めたら構成要件っていう言葉があちこちに来るんですけども、構成要件っていうのは、刑罰法規に定められた犯罪の類型のことでして、例えば、殺人だったら人を殺すっていうこと。これ全般、構成要件です。人を殺すっていう構成要件。で、窃盗だったら他人の財物を摂取すること。これが構成要件。だから、構成要件に該当する犯罪が問われるわけで、人を殺しても窃盗にはならない。なぜなら人を殺すっていうのは殺人の構成要件であって、窃盗の構成要件ではないからなんで、まあ、構成要件という言葉が、まあ、刑法を勉強してたらあちこちに出てくるんですけども、まず犯罪の類型のことだと思っていただきたいと思います。で、じゃあ人を殺すってどんなことかっていうと、まあ、そこに書いてある通り、母体内の胎児を殺しても殺人にはなりません。だから、構成要件って何のために大事かというと、ある犯罪行為をどの犯罪、どの条文で処罰しようかなって時に、その見極めになるんですよね。はい、胎児を殺しましたよっていう。これ殺人の構成要件に該当するのかっていう。で、殺人っていうのは人を殺すことです、ね。じゃあ、胎児って人に含まれるのかっていうと、これは刑法では含まれないと考えています。まあ、一部露出説って言って、まあ、お腹の中から出てきて体が見えたら人と扱うみたいな。まあ、そんな説があるから、胎児ってまだお腹の中にいるから、まあ、胎児を殺しても殺人にはならない。それは言い換えれば殺人の構成要件には当たらないという言い方になるわけですね。はい。まあ、この辺もし論文で書く機会があれば正確な表現で書けるようにしておいたらいいなっていうのも用語の理解の一つですね。で、次に、落とし物を盗んでも窃盗にはなりません。で、他人の財物を摂取することが窃盗なんですけども、落とし物はもはや他人の財物ではないんですね。
まあ、落とし物ってことで、石粒投了っていう別の犯罪の構成要件になります。構成要件というのはこういうふうに、どの犯罪、どの条文の処罰をするかを決める一つの目安になっている。で、次に重要な用語っていうのは、あくまで僕ランキングなんですけども、自己行為です。で、自己行為って何かっていうと、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為。ね、言い回し難しいでしょ。だからこれ刑法がとっつきにくいなっていうふうに思うと思うんですよ、最初学び始めた時は。で、ざっくり言うと、殺人だったら、人が死ぬかもしれない行為のことを実行行為って言います。つまり、構成要件的結果発生。つまり、構成要件って何かっていうと、人を殺すこと。構成要件的結果って何かっていうと、人が死んじゃうことですよね。その結果が発生する、現実的危険性を有する。つまり、そうなっちゃうかもねっていうこと。それが実行行為です。だから人を殺すことが実行行為じゃないんです。人が死ぬかもしれない行為です。その危険性を有する行為が実行行為です。ここを理解してないと、刑法の教科書とか、判例とか、自己行為に関するもの読んでても、ちょっと、ここの理解がしっかりしてないと、そっから先の理解もなかなかうまくいかないんじゃないかなって思うんですよね。で、例えば、人の頭を針線で殴っても、針線で殴って人は死にますか？ちなみに針線って知ってます？なんか、このジェネレーションギャップがあったら怖いんですけども、なんか、紙をバッと折りたたんで、なんか人バーンって殴って、まあ、繋ぐっちゃいけないんですけども、まあ、バラエティとかで昔、紙なんで柔らかいから痛くないじゃないですか。で、紙をこう蛇腹状に折ってるんで、パチーンっていい音がするんです。コントとかで、まあ、昔使われてた。昔って言っても、僕が子供の頃よりももっと昔のイメージですよね。で、それって柔らかい紙だから、それで人殴っても、人死なないですよね。それは殺人の実行行為にはならないです。だから、配線で人を殴ったっていう行為が万が一司法試験の問題で出たら殺人を検討しないでください、ね。まあ、暴行とか。万が一なんかその配線が目に入って目を怪我したとかだったら傷害とか。さすがに人は死ないじゃないですか。でも、人の頭をハンマーで殴ったら俺は人死ぬかもしれないじゃないですか。実際人が死ななくてもですよ。実際人が死ななくても人が死ぬかもしれないでしょ、ハンマーだったらね。っていうのはこれは殺人の実行行為になるんですよ。なぜなら実行行為っていうのは人が死ぬかもしれない行為。で、それを、いわゆる司法試験で書いてほしい表現で言い直すと、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為ってことです。この構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為っていうことの意味、しっくりきてます、皆さん。まあ、来ててほしいんですね。それ来るために、こう、熱弁したので。はい。で、この構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為っていう謎の早口言葉みたいなこのフレーズは、ぜひ皆さん、覚えてほしいフレーズの一つです。これは。構成要件の刑罰法規に定められた犯罪の類型っていうのは、これ別に覚えなくてもいいかなと思うんですけども、あんまり書く機会ないなって感じなんですけども、司法試験なんかで。自己行為については、これ、書きます。割と。ただ、この表現と全く同じ表現で他の本とか書いているわけではないです。はい。レックだったら何て書いてるかな？これレック書いてるかな？待ってくださいね。レックの全体、この辺にそれ書いてるかな？自己行為。書いてないかもしれないな。書いてるか？書いてないか。全体構造編ではそこまで書いてないっぽいですね。実行行為という言葉はありますけども、実行行為とはっていう定義は、どうも書いてなさそうですね。うん、例えば、ここに書いてるわ。書いてる。ごめんなさい、書いてました。61ページ。の、この行為って書いてる B。これですね。これ実行行為の
説明ですね。公益侵害弱気の直接的、現実的危険性を有する行為。で、ちょっと私と言ってること違うじゃないですか。でも、日本語の意味として一緒なんですよね。公益侵害弱気っていうのは、その、殺人だったら殺人の公益を侵害するっていうのは人が死ぬってことなので、それを弱気呼び起こすかもしれない、直接的、現実的危険性を有する行為。要するに、公益侵害が人が死ぬ。弱気は、それを、まあ、呼び起こす。で、直接的、現実的危険性。人が死ぬかもしれない行為ってことでしょ。まあ、同じです。で、どっちで覚えても別にいいです。で、これ本によって書いてることも違いますし、別に何が正解ってわけじゃないんですけども、私はこのフレーズが、なんかこの語感が好きだなって思ってるから、これで書いてるだけなので、覚えてほしいって言ったところが、いろんな覚えてほしいがあって、覚える一例として私が書いてるだけで、これ例えばいろんなバリエーション、ここに10個も20個も並べて、どれで覚えてもいいよってやってもみんな困ると思うんで、私はこの方言が好きだからこれで覚えてねって言ってますけども、皆さんが使っている教科書で違う表現書いてて、もう皆さんそれに馴染みがあるんだったら、別にそれで覚えてもいいですよっていう話です。これがね、僕法律の勉強の嫌いなところなんですけど、なんか書いて、本によって書いてる表現が微妙に違う。まあ日本語だから微妙に違うんですけども、まあ私はなんかそれがね、なんか覚えるときになんかこうめんどくさいなと思ってましたけども、まあ、それは別にどれで覚えてもいいです。はい。で、じゃあ次、刑法では、まあ、これ当たり前なんですけども、定義を覚えることが重要ということで、これは別に刑法に限って話じゃありませんけども、ただ、刑法は特に大事ですね。例えば、摂取っていう言葉ですね。窃盗の中で出てくる条文ですね。窃盗は、まあ、他人の財物を摂取することが窃盗だって言ってて、摂取って何か、これ最初言ったよね。言いましたよね、僕ね。こういう定義があると。で、これは、摂取っていう言葉について、窃盗について話すときは、これを書いた上で、じゃあ、この行為は摂取に当たるかっていうふうに書いていくわけですね。で、そのときに、摂取の定義を書いておけば、点数が来る可能性が高いです。つまり、採点基準に、摂取の定義をかけてること、何点かね。まあ、それ1点か2点かわかりませんけども、そういうことですから、そこで点数を取るためには、しっかりとこれを覚えてなきゃいけないということです。で、犯罪。犯罪っていうのは何かっていうと、構成要件に該当し、さっき言った人を殺すことっていうね、その行為、構成要件に該当し、で、違法かつ有責な行為ということで、まあ、それが正義の流れ。なんで、まず構成要件に該当するかどうか、で、違法かどうか、有責かどうかっていう感じで見ていくので、まあ、この流れの順番、実行行為、結果、因果関係、故意または過失、で、違法性、責任っていう風になっていくわけですけども、例えば実行行為。実行行為は、だから、実行行為と結果別なの分かりますかね？さっき私が言ったみたいに、殺人の実行行為は人が死ぬかもしれない行為なので、死んだかどうかは別問題です。で、実行行為がありましたと。人の頭をハンマーで殴りましたと。で、結果、死んだんですかって話です。死んでなかったら、それは殺人じゃありません。殺人未遂にはなります。実行行為をやって結果が出なければ未遂になるということで。で、未遂は、犯罪になるものとならないものがあります。それは条文に書いてますね。あ、この未遂は罰するとか。はい。だから実行行為をまず検討する。で、結果が出なければ未遂になるかどうか。結果が出てれば、まあ未遂ではないと。次、因果関係。因果関係っていうのは、ハンマーで人の頭を殴りました。その人が死にましたと。でも、それはなんで死んだかっていうと、別の人が刀で切ったからです。これは、ハンマーで頭を殴ったこと関係ないです。僕が、例えば、山田くんはね、僕の代理人にしてくれた人なんですけども、もう、晴れたってハンマーで殴ったと。で、そしたら、山田くんは、佐藤くんにも嫌われてて、佐藤くんも山田くんを刀で切ったと。同時に切ったと。で、司法解剖した結果、刀で切ったことによって山田くんは死んでましたと。なったら、これは、私はハンマーで殴って、私はこれ殺人の因果関係がないわけですから、殺人には、ならないですね。ただし実行行為はしてますので、やっぱり未遂にはなるということです。まあそういう理屈です。こういう理屈を使いこなすようになっていただきたいと。行為または過失ですね。はい。つまり、人の頭をハンマーで殴ったっていうのは、行為か過失がなければいけないと。まあ過失は過失犯があるときだけですけども、例えば、大工で、はい、釘打ってたと。そこに山田が突っ込んできた。そして私は山田の頭をハンマーで殴ってしまったと。私に過失があるのかっていう話になってくる。特に故意なんて絶対ないですよね。山田が急になんか突っ込んできたんだもん、みたいなこと。はい。故意過失がなければダメですよって話です。
で、まあ、で、違法性責任というのは、例えば、まあ、正当防衛とかは違法性がないって判断になるんですけども、これは、そういう違法性とか責任がないかもしれないっていうのが問題になるときに検討するだけです。特にそういうのがなければ、純粋に山田に腹立って山田の頭ハンマーで殴った。別に酔ってもなかった。だったら別に違法性も責任も検討しなくていいです。で、検討した結果、違法性も責任もありますってなることはありますよ。うん。だから、問題になるときに検討するっていうのは、阻却されるときに検討するんじゃなくて、問題になるというときに検討する。で、結果、やっぱりありますってなって、有罪ですってなるとか、そういうことはあります。はい。で、司法試験ではですね、こういうふうに犯罪の性質についての検討が求められますので、その検討の流れですね、実行行為、結果、因果関係行為、または過失。で、違法性責任の阻却事由があればそこまで行って、なければそこで終わって、そのいう流れの中で、定義を示しつつ論じていくことが大事。これが点数を取るコツですね。まずこの流れで作れていることっていうのがもうそもそもの絶対条件というか。はい。だからこの流れで作れている。そしてその流れの中で定義をパッと示して当てはめていく。そういった個々のパーツにも点数が振られているというイメージです。次、行政法行きましょう。行政法の役割。で、行政法に関する様々な規定の総体のことで、これ行政法っていう単体の法典はないんですよ。これまあ、もし知らなかったっていう人はここで覚えてほしいんですけども、まあ知ってるよって人はまあ、聞き流してください。例えばですね、これ、6法ですね。まあ、目次見るとですね、けっていうのを探せばですね、け、探せばですね、あ、刑法ありましたね。刑法っていうね、法律あるんですよ。刑の欄にね。じゃあ、行政法あるかなって。木ですね。木。探していきますね。そうすると、まあ、ああいう用順なので探していくと、教育基本法の後に、行政機関の保有するなんちゃら、行政事件訴訟法なんちゃら、行政執行なんちゃら、行政代執行なんちゃら、行政手続きなんちゃらってことで、行政法出てこなかったんですね。そうなんです。行政法っていう条文は、ないんです。条文はないというか、法律はないんです。じゃなくて、こういう行政に関するやつをひっくるめて行政法って言ってるので、それ勘違いしてる人がいたら、それは、覚えておいてください。だから、この行政って書いてるじゃないですか。この行政って書いてるのは、この行政法に当たる、行政に関する法律をまとめてひっくるめて、行政っていうカテゴリーで、こう、乗っけていってるわけですね。こう、まあ、ね。で、ここから民法、みたいな。ここから民法。ここまで行政法、みたいなことですね。さっき説明したみたいに、ね。で、行政法っていうのは、行政に共通する一般原則であったり、行政事件訴訟法とか、行政手続き法とかっていう個別の法律を学んでいきます。だから民法みたいに、ザクッと民法という軸がないんですよね。民法だったら民法が軸。っていうのがあって、他の派生法みたいなことだって言うんですけども、もう行政法は、まあ、個別の法律の集合体みたいな感じなんですね。ちょっと人によっては勉強しにくいなと思う人もいるかもしれませんね。で、まあ、いろんな、行政法があります。まあ、行政組織法っていう分類なんですけども、まあ、行政組織に関する法律を、まあ、総称してこう言ってると。はい。行政の主体の組織に関する法律で、地方公共団体の行政組織について定めた地方自治法とかっていうのがこのカテゴリーになるし、まあ行政作用法、行政主体の作用ないし活動に関する法律、行政法の大多数がこれに分類されるっていうふうには分類になったり、まあ行政救済法、違法な行政活動の是正や行政活作用によって生じた損害の補填に関する法ということで、まあ行政不服審査法とか、行政事件訴訟法とか、さっきも出てきた国家賠償法ですね。まあ行政というのは国との関わりなので、国家賠償法は国に対してお金を請求する法律で、これ行政法の一種ですね。で、まあ、こういうカテゴリーはまあ今の段階で別に覚える、理解する必要は別にないです。で、論文式試験ではですね、関係法令についての資料などが提示されて、検討を求められることが多いです。で、試験本番で資料の内容を早く正確に読み解く力が必要になりますということで、いろんな法律が行政法なので、この6法に載ってないような、法律とかが出たりすることもあるんですよ、行政法って、試験の中で。その時は、
こういう法令がありますっていうふうに与えられてるんですね。試験の資料として。それを3番で見て、あ、こんな法律かって理解して、その法律を適用して解かなきゃいけなかったりするわけです。まあ、そういうジャンルなので、結構、行政法は、本当に、行政法の勉強というより、その、問題演習っていうのはすごい大事な、ジャンルですね。で、自分が、受けたい試験の中に行政法があるかでは、どんな問題が出てるのかなって見てもらって、あ、こんな問題が出るんだって意識しながら勉強するのがいいかもしれないですね。で、ここまでが第2編の実体法の話でした。で、第3編の訴訟法の話をこれからしていきます。で、まず、民事訴訟法。で、民事訴訟の役割っていうのは、民事裁判の手続きについて定めた手続き法。さっき言った手続き法ってやつですね。で、まあ、民事裁判のルール。で、これは、まあ、これ司法試験を意識した、書いたわけじゃないですけども、これ上手に使わないと不利になるんですよ。これはつまり、まあ、民法のレベルではなんかこっち有利だなと思ってても、実際民事裁判するときに、民事裁判、民事訴訟法をうまく使いこなせないと、やっぱ裁判有利にできないな、みたいなことがあり得るので、まあ、それは、なんですかね、知っといておいて損はないし、まあ、そういう観点から司法試験の問題が作られてるなっていうこともあります。例で言うとね、管轄とかっていう言葉聞いたことありますかね。例えば、裁判所って全国いくつかあるじゃないですか。東京にもあるし、全国いくつかっていうか、まあ、それは各都道府県にあるわけですけども、まあ、千葉にも埼玉にもあるわけですけども、僕が裁判やるんだったら、やっぱ東京で裁判したいですよね。だって、千葉とか埼玉とか行くの遠いじゃないですか。朝早く起きて行かなきゃいけないじゃないですか。千葉とか埼玉だったらまだいいけど、大阪とかだと、新幹線乗んなきゃいけないじゃないですか、っていうふうに。で、管轄っていうのは、いくつかルールがあるんです。まあ、それは別に今覚えていただく必要がないので言いませんけども。で、あ、このルールを使えば東京で裁判ができるとか、このルールを使えば大阪で裁判ができるとか、まあ、あるわけです、ね。そういうことです。ルールです。ルールブックです。こういうルールに基づいて裁判をしますと。で、こっち東京で裁判したければ、東京で使えるルールを探す。で、こんな感じです。一つの例としてはですね。で、民事訴訟にはこのルールを支配する概念っていうのがあります。代表的なものを、列挙しました。これだけじゃないですけども、代表的なものを挙げてます。処分権主義。ちょっと今なんか変な噛み方しましたけども、処分権主義。原告が審判を求め、かつその対象を特定限定できること。また、当事者がその意思に基づいて判決に揺らずに訴訟を終了させられる。例えばですね、私がなんかこう、損害を被ったとするじゃないですか。で、まあ、1000万ぐらいの損害を被ったとするじゃないですか。でも、裁判で1000万を請求するっていう訴訟は当然できるんですけども、500万を請求するっていう訴訟もできるんですよ。なんで1000万請求しないのっていうと、それはいくら請求するかは原告である私が決めることです。裁判所が決めることじゃないです。私が500万でいいって言ってるのに裁判所があんたの損害は1000万だから1000万だってやったらそれは処分権主義に違反してますねって話になってくるわけです。はい。訴える人が何を訴えたいかっていうのを決める裁判所じゃなくて訴えたい人が決めること。で、また当事者がその意思に基づいて判決によらずに訴訟を終了させられること。例えば、訴えました。で、相手から反論来ました。はい。反論がもうね、全然ダメな反論でしたと。で、裁判官が、こんな反論しても、ダメだなと、もう、これ原告の勝ちだなと思ってても、私が、はい、請求を、却下します。請求を、なんて言うんだったっけ、ちょっと待って、忘れました。請求を、棄却でいいのか。棄却は裁判所がやるんだもんな。ん？なんて言うんだったっけ。すいませんね、なんか。すごい、普段使ってる言葉なのに、この間もやったばっかりなんですけどね、これ。相手と和解とかして、実務で和解とかして、請求を、取り下げる、取り下げる、ごめんなさい。取り下げるっていうふうに、はい。やったら、別に裁判、の中で、別に、もう、請求しません。取り下げますって言って、訴訟をやめることができるわけですね。まあ、そんなふうに処分権主義です。
で、弁論主義。判決の基礎をなす事実の確定に必要な資料の提出を当事者の権能と責任とする建前ということで、まあ、これも出ましたね。法律の定義って、なんかすげえわかりにくい言葉使いますよね。判決の基礎をなす事実の確定に必要な資料の提出を当事者の権能と責任とする建前ということで、まあ、ざっくり言うと、言いたいことがあれば当事者が言えっていうことです。裁判所が、こんなこと言ったらどうですかって言わないってことです。それやったら弁論、まあ、あと、当事者から言われてもないことを裁判所が判断するなっていうことでもあります。まあ、これも非常に大事な、理屈ですね。あとは主張責任。当事者が事実を主張していない場合に、その事実を、要件とした事故に有利な法律効果の発生が認められない不利益っていうことで、まあ、こういう事実を主張したら、まあ、こういう法律効果があるけども、まあ、当事者がそれを主張しなければ、別にその裁判所が主張したら、いけるけどなと思ってても、別に裁判所は組み取って、その判決書けませんよと。あんたが主張しなければ、それはあなたの主張がなければ、あなたに有利な法律効果を発生しませんよっていう不利益。主張責任を負った側が主張しないことによって発生する不利益っていう意味です。で、立証責任はその立証バージョンですね。主張と立証の違いは何かっていうと、例えばね、こういう損害がありましたっていう宣言をするのが主張責任ですね。主張ですね。で、こういう損害があったことの証拠はこれですって証明することが立証ですね。で、まあ、主張責任はそもそも立証も何も主張を最初しなければ意味がないと。で、主張しても、それが立証できなければ、立証できなかった方の負けですっていうことです。立証責任っていうのはものすごく大事な概念でして、これがなければ裁判って決着つかないですよね。なんか、どっちの言ってることが正しいかわかりませんと。例えば不当解雇だって訴えて、これ不当解雇なのか、不当解雇じゃないのか、わかりませんって、だった時に、判決出せません。それじゃ裁判にならない。で、わからないってことあり得るんです。で、わかんないときは、こっちの負けですっていうふうに、あらかじめ整理して決めておくんですね。それが立証責任です。非常に大事な概念ですね。これ立証責任うちにあるから裁判したくないななんてことは弁護士あるあるです。逆に言うと、あ、これ立証責任向こうじゃん、ラッキー裁判しようみたいな。立証責任は、やっぱあると嫌ですね。証拠がなかったら負けですから。立証責任どっちだとかってこう、判断が難しいこともあって、まあそういうのはね、一個一個勉強していかなきゃいけないというわけですね。まあ民事訴訟法っていうのは、こういうふうな、まあ概念というのが非常に大事で、この概念の理解、概念の理解をですね、問う問題はよく出ますので、まあ、こういう概念を一個一個覚えていただけたらと思います。まあちなみにこの概念も、さっきの刑法の説明と同じように、この言葉以外の説明の仕方もありますから、まあ、それは、どの説明で覚えてもらってもいいです。自分の覚えやすい説明で覚えていただくのがいいと思います。この辺の概念は覚えておいた方がいい。特に、まあ、弁論主義はね、すごいよく使う。この中で一番覚えて使うのが弁論主義ですね。で、次、民事訴訟法とくれば、これ刑事訴訟法ですね。で、刑事訴訟法の役割っていうのは、犯罪の捜査や、公訴公判についての規定ということで、まあこれ訴訟法って言ってながら、訴訟になる前の法律もいっぱい載ってるんですね、刑事訴訟法っていうのは。刑事訴訟法は、基本的には、被疑者被告人 VS 警察検察っていう対立がよく出てきます。言い換えると、人権保障 VS 真実発見のこのバランスが非常に大事です。紙を折った方がちょっと表示しやすいので、ちょっと折りますね。はい。で、これ例えば1条を見てもらうと、これ刑事訴訟法の1条なんですね。この法律の目的って書いてて、この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と、個人の基本的人権の保障と全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法規を、適正かつ迅速に
適用を実現することを目的とするということで、何言ってるかっていうとですね、まず、まあ、公共の福祉の維持と、個人の基本的人権の保障を全うしなきゃいけない。まあ、これ当たり前なんですけども、どういうことかっていうとですね、まあ、犯罪を犯した人って、まあ、犯罪を犯したと疑われてる人ですかね、正確には。逮捕されるじゃないですか。あんなもんめちゃめちゃな人権侵害じゃないですか。なんかもう、拘束されて、何日か出れなくて、仕事にも行けなくて。ね、で、あれは人権やっぱ侵害してるんですけども、でもこれ捜査のために必要だから逮捕してるんですよね。そのバランスなんです。どこまでの逮捕が許されて、どこまでの拘束が許されて、どこまでの捜査が許されるのか。例えば、皆さんの家に突然警察がやってきて、あんたの家を調べさせてくださいって言って、ガサガサ家の中捜査されることは、まあ、理論上はあり得るわけですね。そんなことされたくないわけですよ。じゃあ、どういう時にそれが許されるのか。ということについて、まず最初に学んでいくわけなんですね。これが人権保障と、ただ、警察は警察でそこに覚醒剤とか隠してるんだったら、探さなきゃ見つからないから、真実発見するためには、人の家行って探さなきゃいけないわけですよね。これは真実での発見の、事案の真相を明らかにするっていう目的を達成するには、それをやんなきゃいけないと。だからその二つの相反する同時なもののバランスをとっていくという。基本的にはこの考え方です。そうなんですね。で、捜査における基本概念ということで、捜査っていうのが、任意捜査を原則とし、で、過去任意捜査の原則っていうのは、これ190条1項にあるわけなんですけども、で、次に、強制処分は刑事訴訟法の定めた場合にのみ認められる。これを強制処分法定主義って言って、197条1項正しい書きなんですね。で、裁判官の発する令状に基づくことを原則とするということで、さっきで言うと、皆さんの家の中に入ってガサガサするっていうのは、これはもう明らかに強制処分なんですよね。うん。任意処分っていうのは、まあ、強制にやられてるじゃないですか。で、まあ、強制処分の定義はまたそれはおいおい勉強するとして、これは強制処分なんですけども、それは、法律に、定めがある場合のみ認められる。だから、捜索っていうのはちゃんと法律に定められてるんですね。で、しかも、裁判官が令状っていう、よく刑事ドラマで、令状持ってんのかとかって言って、令状見せるシーンとかあると思うんですけども、あれ令状です。令状見せられたら諦めてください。抵抗しても無駄です。令状がなかったら、令状がないんだったら入るなって言って追い返してください。まあ、まあ、そんな感じですね。まあ、原則で言うとね。で、197条っていうのはどんな条文かっていうと、捜査に必要な取り調べということで、捜査については、その目的を達するため必要な取り調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この法律に特別な定めがある場合でなければ、これをすることができないということで、最初に書いてある捜査については、その目的を達するため必要な取り調べをすることができるというところが、まあ、最初の197条1項の、いわゆる任意捜査の原則っていう。で、ただし、まあ、つまり任意捜査っていうのは、必要な取り調べってのは一応できるんだけども、ただし書きですね。ここから強制処分の手続きですけども、強制の処分は、この法律に定めのある場合でなければ、これをすることができないというふうになっています。この、同じ法律の中に、任意捜査の原則と、強制処分法定主義がちょっと混じっているっていう、ちょっとややこしいんですけども、まあ、これはまあ、刑事訴訟法を勉強していって、まあ、慣れていっていただきたいかなと思います。で、これが任意捜査か、いわゆる強制処分かっていうのが、非常にこう、問われることがやっぱ多いんですよね。どっちなんだ、これはと。まあ、それに当たるか当たらないか、こう、変わってくる。令状がいる、いらないとか変わってくるし、令状なくなんかやってたら、それ強制処分だったらアウトですよね。じゃこれは任意処分だって言わなければこれ違法になるわけですけども、まあ、そんな感じで、区別していくと。だから、ここに書いてあるように、強制処分と任意捜査 の区別が大事ですよ、ということになってくる。で、これはあくまで捜査における概念ですね。警察とかがやってきて、容疑者を取り調べたりとかする捜査に関する概念ですけども、次に、公訴における基本概念。公訴っていうのはこの、起訴ですね、言い換えれば。で、検察官が控訴を提起するにあたり、提出すべき書面を、起訴状といい、控訴提起の原因となった検察官の主張する犯罪を訴因という。
起訴状っていうのを出すわけです。裁判官に。で、そこに訴因っていうのを書くわけです。まあ、公訴事実を書くわけですよ。はい。で、そこに、起訴状に訴因が測定され、これが審判対象となるということで、つまり、まず、取り調べってまず何のためにやるかっていうと、一つはその訴因を明らかにする。どんな犯罪事実があったか。だって、なんか人が、殺されているのが見つかった。でそこに、なんかこう、容疑者の指紋があった。よし、起訴しよう。この人が、まあ、ある日、何らかの方法でこの人を殺しました。そんな裁判見たことないじゃないですか。だいたい日付も特定して、方法も特定してるじゃないですか。どういう時にどういう方法で殺したとか。つまり、ちゃんと特定してくださいねと。なぜなら、特定されないと、いつ殺したか分かんなかったら、いつアリバイって言っていいか分かんないですよね。その人も。被告人も。防御する意味でも、いつ殺したとか、なるべく特定してくださいねって話なんですね。うん、ただ、限界があるので、うん、そこはもうバランスです。うん、でもまあ、一つ、当院っていうのは特定されてなきゃいけないっていうのはそういうことです。特定されてなかったら、それやってないっていうね、主張もしにくいですよね。アリバイが典型ですけどね。で次に公判。次はもう起訴、捜査して起訴されて、いよいよ裁判です。で、基本概念。事実の認定は適法な証拠、調べ、手続きを経た、法廷の証拠能力の制限のない証拠に、よることを要する。まあ、これややこしいんですけども、非常にややこしいですよね。事実の認定。つまり、まあ、まあ、こういう罪があったとか、そういう認定をするときに、適法な証拠、調べ、手続きを経て、法廷の証拠能力。つまり、こういう証拠は使えます。こういう証拠は使えませんというような、そういう制限のない、そういう証拠能力の制限がない証拠。ちゃんと適切に取り調べて、ちゃんと、法律に則った証拠で、やってください。やってくださいね、というわけですね。よく、まあ、伝聞証拠とかって典型で聞いたことあると思うんですけども、ああいう伝聞証拠で言っちゃダメです。人から聞いた話を、証拠にするってことなんですけども、まあ、なんでダメかっていうと、聞き間違いとかしてるかもしれないから、そんな聞き間違いしたかもしれない証言で、あの人が犯人ですって言っちゃいけないから、伝聞証拠はダメですよ、とかっていうふうに、証拠に制限があるわけです。はい。伝聞証拠や自白法則など、証拠の制限はこれ民事訴訟よりも厳しいです。民事訴訟っていうのはまあそういった証拠の制限は刑事訴訟法よりもまあ優しい。刑事訴訟法は厳しい。だから、よくこの証拠が使えるかどうかっていうのは司法試験の問題で問われます。まあそういう意識で勉強するといいかなと思います。で、論文式試験では、捜査の適法性や証拠能力の有無について問われることが多い。判断基準の理解と論理的思考力が必要となるということで、まあ、論理的思考力は、まあ、どれも必要なんですけども、まあ、刑事訴訟法は特に必要なイメージですね、私の中では。まあ、特にその、伝聞法則とかっていうのは非常に論理的なステップを踏まないと、判定できないので、まあ、これは詳しくは刑事訴訟法でやります。あと判断基準ですね。うん。だから、強制処分か任意処分かの、任意捜査かの基準とか、うん。あとは、まあ、伝聞証拠かどうかの基準とかっていうのもしっかり理解してくださいねっていうことですね。で、次は、行政事件訴訟法っていうことで、まあ、行政事件訴訟法の役割、まあ、さっき行政法ってやりましたけども、行政事件訴訟法っていう法律はあります。はい。これは安心してください。行政法っていう法律はなかったですけども、行政事件訴訟法っていう法律は、ありますね。目次で見ると、どこかな？映ってるかな？映ってないですね。ごめんなさい。あ、これです。行政事件訴訟法、何ページかな？ 273 ページかな？で、はい。これが行政事件訴訟ですね。はい。で、行政事件訴訟については他の法律に特別の定めがある場合を、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによるということで、まあ、行政に関する法律はこの、まあ、民事訴訟でも刑事訴訟法でもなくこれを使いましょうと、いうことですけども、ただし、7条で、この法律に定めがない事項。行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例によるということで、まあ、民事訴訟を、まあ、前提として、まあ、一部、行政訴訟で、まあ、修正してるってことです。まあ、行政訴訟も基本的には、まあ、例えば、行政に、
こういう措置をしてくれとかっていう、まあ、大きくくくると民事訴訟法の一種ではあるので、まあ、そういった意味で民事訴訟法をベースにしながら、なんていうんですかね、行政事件訴訟法の独特のルールを学んでいくという形です。まあ、それが、ここに書いてますね。はい。民事訴訟法の特別法ということですね。なので、行政事件訴訟法に定めがない事項は民事訴訟法の例によるということで、で、行政訴訟法は、この4種類の、訴訟形態があるわけですけども、行政事件訴訟の類型ってことで、2条を見ると、はい。この法律において、行政事件訴訟とは、もうちょっとズームした方が見やすいですね。公告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟を言うというふうに、4つ、ズバッと4つに書いてますね。この4種類なんですね。で、なんでこの4つを挙げているわけですけども、で、これも4つ、で、これは全体構造編にも載ってて、85ページですね。まあ、こういうふうに、はい。最初の、行政訴訟っていう概念がまずあって、最初大きく4つに分かれて、で、なんか1個だけめっちゃ詳しく書いてる。これが公告訴訟ってやつですね。公告訴訟はさらに細分化されるんですよ。で、司法試験とかでは、さ、どの訴えに行きますかって聞かれるわけですね。これ、まあ、要するに、まあ、似たようなもので言うと、例えば、憲法だったらどの人権で行くか。民法だったらどの条文でいくか。刑法だったらどの犯罪でいくか。っていうのと同じように、行政法だったらどの訴えでいくか。これ間違えると、ちょっと合格は厳しくなるっていう最初の大きな選択です。まあ、最初からこれでいけって書いてる時もありますけども、ただまあ、どれで適切なものを選べとかっていうふうに言われたら、これを外すと悲惨なことになるので、しっかりと区別できるようになる必要があるということですね。まあ、広告訴訟はかなりこう、さーっとわかるよね。条文も、まあ一応書いてますけども、今別に条文読んでいただく必要ないですけども、まあ、条文ごとにこうわかるでしょ。だから、3条がさらに、3条1項、というふうに3条2項、3条3項とかっていうふうに、バーっと分かれていくわけですね。はい。これが最後の、今日のデジマの最後のページですね、これはね。はい。論文式試験では、どの訴訟類型を選択するかが問われることが多く、事案に応じて適切な訴訟類型を見極めなければならないと。訴訟類型、どういう時にどういう訴訟をするかという勉強のゾーンに入った時は、これかなり集中して勉強した方がいいなということです。そして、今日最後のテーマが、憲法訴訟論というところになります。で、憲法訴訟の役割っていうのは、まあ、民事訴訟や行政、刑事訴訟の中で憲法の論点について議論するっていうことなので、出発は民事訴訟法とか、民事訴訟とか刑事訴訟なんですけども、その中で憲法の論点が出てきたら、これ刑事訴訟になりますっていうことです。例えば昔、違憲とされた、例えば憲法に反するとされた法律があって、有名なところで言うと、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする規定とか、存続殺人の法定刑を死刑及び無期懲役のみとする規定とかっていうのは昔違憲になったりしています。つまり実際の法、実在する法律が、いわゆる憲法に反するというさ判断されたこともあります。だから、司法試験なんかでも、この法律が、まあ、違憲かどうかっていうのを検討して違憲と判断することもありますが、実際の司法試験で実際の法律を違憲ということはあんまないですね。やっぱそこは架空の法律を違憲ということがあるわけですよね。ただ、現実問題の世界では実際の法律が違憲と判断されたこともあります。で、憲法訴訟にはただ、基本的に憲法の論点を回避するっていうルールがあって、これ憲法判断回避のルールっていうのがあって、憲法上の争点に言及せずに法的解決ができる場合は、憲法判断を行わないというルールがあるんですね。で、これは司法の役割として、司法っていうのが、個々の紛争を解決するっていうのが目的なので、別に憲法の判断をしなくても、個々の紛争として解決できるんであれば、それは憲法判断しませんと。社会問題を解決するのは司法じゃないですから、それは、まあ内閣だったり、立法だったりと
いうところがやればよくて、まあ、その役割分担の一例ですが、ただ、もうどうしても、なんですね。この法令そのものの、憲法の論点を、論じなければ、なんていうか、もう、この、判断ができないというような時には憲法判断をするという形になります。はい。で、次に、違憲判断回避のルールということで、これはある法令を文言通りに回避すると違憲となる場合に、憲法価値的に合憲的に限定解釈するというやり方があって、どういうことかっていうと、まあその、まあ、いろんな条文があるわけですけども、まあその条文ってのは解釈の余地があるよって話は最初の方にしたじゃないですか。で、その解釈の仕方で、例えば、こういう解釈もできるし、こういう解釈もできるっていう中に、一方の解釈だと憲法に反する。もう一方の解釈だと憲法に反しないってなった場合、裁判所は憲法に反しない方で解釈して適用しますと言ってます。まあ、これも一つ立法の尊重ですよね。立法っていうのは我々が選挙して選んだ議員で、まあ、作られているので、民意を反映したものなので、裁判官の独断で、まあ、独断というか判断で、その法律を否定するようなことはなるべくしないと。うん。その立法を、尊重しようと。いう、あ、そういう解釈をしているというわけです。これを合憲限定解釈と言ってます。で、3番目の法令違憲と適用違憲というのは何かっていうと、法令違憲っていうのは適用される法令が違憲ですよっていう、そういう判断する場合で、適用違憲っていうのは法令自体は違憲じゃないけども、その法律をこのケースで適用したその処分は違憲ですよみたいな。違憲とする対象が違うんですよね。法律を違憲というのは法令違憲で、法令の適用の仕方が違憲というのを適用違憲って言います。はい。例えば生活保護法っていうのがあって、生活保護の、例えば支給されるお金は少ない。なんでこんな少ないんだ。法律が悪い。違憲だって言ったらこれ法令違憲を主張しているわけですけども、なんで私にこの、適用になるんだと。私のこの適用のこの金額がおかしい。私にはもっと適用されるはずだ。適用の仕方がおかしい。もっと金くれ。これは適用意見の話をしているということになるわけですね。これどっちを主張するかっていうのは、必ず司法試験の問題では意識して書く必要があります。これをごちゃごちゃにするとダメです。めちゃめちゃ怒られます。採点実感とかで、はい。なんでこれはもうしっかり分けて考える。何を対象に意見を論じているのかっていうのね。はい、この辺ね、しっかりとやる必要がある。例えば、合憲限定解釈できるのに、合憲限定解釈せずに違憲って言ったらさ、ダメですよね。ルール違反ですよね。ってことだから、まあ、司法試験で、違憲とか違憲じゃないとかって判断するときは、こういうね、なんていうんですかね、ルールをしっかり理解した上で書いていただく必要があるということなんですね。で、まあ、これを分かりやすい図って書いてくれているのが、全体構造編の88ページですね。これを写しますね。こんな感じですけども、憲法訴訟の終点、始点から終点までのフローチャートっていうのがあってですね。まずスタート。はい。で、当事者の具体的な権利権もないし、法律関係の損害に関する紛争かということで、そもそも紛争になってるかどうかっていうね、裁判所で扱うべき問題かどうか、これ憲法の話じゃないんですけども、厳密には。まあ、そうじゃないとそもそも裁判にならない。で、ここに書いてるように、これ一般訴訟要件ということで、まあ別に憲法の話じゃないです、ここは。まあ、そういう裁判は、ダメです。ちゃんと法律に関する裁判してください。権利義務に関する裁判してくださいと。うん。話です。で、まあそうだ。少なくとも権利義務に関する紛争だと。それは法令を適用することによって、宗教的に解釈可能かと。うん。なんか宗教上の争いで、宗教の解釈をしないといけないとか、それ宗教の解釈は対話者できないとかっていうのは、だとこれノーになるわけですけども、却下されるわけですけども、まあ、これ法律を適用して解決できますね、だったらイエスになるんですね。で、法律上の訴訟に当たる。まあ、これちょっと、裁判所法っていうのがあって、まあ、一応条文。まあ、これはね、結構大事な条文なんで、一度見とく必要がある条文なので、ちょっと紹介すると、116ページかな、僕の6ページと。裁判所法っていうね、裁判に関する法律があって、
この3条に、裁判所は日本国憲法に特別な定めのある場合を除いて、一切の法律上の訴訟を裁判し、その他法律において定める、ん？あ、これじゃない？ちょっと待って。あ、これ合ってんのか。権限を有するということで、法律上の訴訟を裁判し、ここの法律上の訴訟って限定があるんですよね。この訴訟を裁判しじゃないんですよ。法律上の訴訟を裁判し、ここの限定っていうこと。つまり、ここに書いてある、法律上の訴訟かって、裁判所3条の、話をしていると。これがノーだったら、これ法律上の訴訟に当たらないってことなんです、ね。で、法律上の訴訟じゃなければ裁判にならないと。じゃあ、法律上の訴訟に当たりましたということで、じゃあ裁判しましょうと。で、憲法上の争点提起についての適格があるかっていうことで、憲法の、人権が、例えば制限されてるって主張するときに、別にあなたが主張されてるわけでもない人権を主張されても困るんですよね。訴えてる人の審判、裁判をするわけですから、なんか他の人の、憲法問題、関係ない憲法問題とか主張されても困るんですが、ノーです。それはもう当然判断しません。そんなこと裁判所はね。で、じゃあ、一応この人に関係ある憲法上の権利だと。じゃあ、憲法上の争点、審理しましょうと言ったときに、さあ、憲法判断そのものを回避するかと。うん。一応、憲法上の問題点にはなり得るんだけども、別にその憲法の論点を解釈しなくても別に、裁判として判決出せるんだったら、ここですね。憲法上の争点の審理に入らずに法律問題として判断すると。うん、例えば、こういう反対を定めてる、法律は無効だって訴えてると。でもあなた、いや、そもそもあなた、この犯罪に該当しません。あなた無罪です。だから、この法律が、違憲だろうが何だろうが、あなたはこの法律適用されません。無罪ですから。だったらもう、イエスですね。回避してますね。で、ノーと。うん。この法律は適用されざるを得ないと。なった時に、合憲限定解釈をするかどうかって話になるわけですね。いよいよもう、はい。で、もし、すると。合憲限定解釈をするってなった場合に、法令は合憲になるわけですけども、まあ、その合憲限定解釈をしないと。で、まあ、もしくはできないとなったときに、まあ、その当該法令の規定自体を違憲とするかどうか。で、違憲だと思う。からもうどう解釈しても違憲です。だったらこれ法令違憲。のほうですと。だったらまあ、法令は違憲です。やっぱ、うん、この法律自体は違憲じゃないな。じゃあ、ノーと。じゃあ、法令を適用した行為は違憲かな。この法律を適用した行為は違憲なんですかと。違憲だったら適用違憲だし、違憲じゃなければそれはもう行為も合憲だということになるわけですね。はい。これで一応今日の授業はおしまいになります。パッと時計見たら9時28分でした。もうやば、こんな時間かって思いました。はい。まあ、ちょうど、終わりました。はい。で、ここまでがいわゆる全体構造編っていうお話で、これ全体構造の話ですので、こんな風なテイストの講義を今日はしましたけども、次回からは民法の具体的な話をしていくということなので、まあ、判例とかもバンバン、紹介していくっていう感じになります。で、最後に何かさ、で、質問がある方は、この講義の後に質問してくれ、来てくれてもいいです。質問のために私はまあ、しばらく残ったりしますし、まあ、ズームで聞いていただいている方はですね、チャットとかで質問とかしてくれても構いません。まあ、その他の方は、別途質問する時間とかを設けて、例えば、対応できればと思うので、また、まあ、なんていうか、スタッフに問い合わせるなり、何なりいろいろと、まあ、してみてください。で、ではですね、本日の講義はこれで終わります。お疲れ様でした。